グラサンナイト。はい、こんばんは。監督の鈴村です、よろしくお願いします。こんばんは、アシスタントの小山美優です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今夜もご視聴ありがとうございます。はい、この番組は、うん、映像監督鈴村信弘をホストに特撮アニメ映像作品を中心にさまざまなジャンルの方をお招きするトーク番組となっております。はい、放送中もチャットへのコメント質問などどしどしお待ちしております。はい、また YouTube チャンネルの登録と、うん、この番組の布教活動のを、うん、活動の方を、うん、ぜひよろしくお願いします。神々ですね。はい、ごめんなさい。うん、はい、そしてですね、応援チケット、うん、はい、桜木さんからいただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。桜木と申します。はい、ロボコン龍騎の時のお話楽しみにしてます。はい、ということです。はいはい、はい、なんか最近ねまたコロナがいろいろと増えてきてますけども ね、なんか東京都も、結構2万人とか行ったんですか。なんか今日なんか確かにそうですね、なんか行ったみたいですよ。いやだなー。ね、いやいや、なんか舞台とかもね中心になったりする舞台も多かったりしますけど、ね、この間ね、はい、ミュージアムの舞台をやって、あ、そうですね、2人芝居ねやって、なんか来てくれた方もいらっしゃったかもしれませんけども、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、で、この間の舞台のねブロマイドがありますね、これね、よいしょ、どこっちか、よいしょ、あ、がありますんで、これはなんと視聴者の皆様にね4名様にプレゼントしようかなと思っておりますんで、まあ欲しい方ですね、グラサンナイトのツイッターの、公式ツイッターですね、の方にですね DM で、募集していただければと、必ず住所を、書いていただいて、お名前とね、本名の方のお名前書いていただければと、はい、まあそうですね、厳選なる抽選の上、お送りさ、そんなに来るかな、ね、来ないかもしれないですけども、強制的に送りつけることになるかもしれませんけど、はい、ぜひね、応募し、どしどしと応募していただければと思っております。お願いします。はい、まあそんなわけでですね、ね、なんかもう早速ね、私もね、実はね、あれなんですよ、本当に久しぶりなんです。どれぐらいぶりなんですか。もうね、下手じゃん、本当に20年とかぶりだったりするかもしれないです。そういうメールのやり取りみたいのはしてるんだけど、なんつうの、こう直接会って話すみたいのが久しぶりな感じなんですよね、実はね。はい、なのでまあまあ、もう20年分の喋ることいっぱいあるんで、お、じゃあ時間オーバーしますね。いやいやいや、早速ねお呼びしたいと思います。加藤夏希ちゃんです。皆さんこんばんは、加藤夏希です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま す。ちょっと変な子なんですけどね。いやいや、いい子ですけどね。ちょっとね、昔からちょっと変わってる子なんですけどね。はいはい、大体そういうこと言うとテレビだとカットされるんですよ。あ、カットされるんですか。はい、これカットできませんので、そうですね、生なので、はい、あ、すいません、ありがとうございます。そうなんです、だからカットできないので、生放送なんで、はい、爆弾発言しないでくださいね、生放送なんでね。なっちゃんね、お願いしますね。どの爆弾に襲うか、怖い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 、危ないな、じゃあ黄色で、いや危ない危ないですね、本当に恐ろしいですね。はい、なんとね、なっちゃんからのお土産もらっちゃったんですよね。これ美味しそうなんですよ。これ何ですか一体。チーズの、はいはい、スイーツです。チーズのスイーツ、あ、はい、いいですね。レモンとかが、うん、まあ、熱いのでおすすめですね。レモン味、熱い、あ、今熱いからね。あー、そういうことね。レモンが熱いって、レモンだけこれ要冷蔵って書いてあるんだよ。そういうことじゃなくてね、はい、熱い時期にはレモンがおすすめかな。なるほど、なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。口に合えば、はい、ありがとうございます。20年ぶりですね。そうなんですよ、だいたい、いや、だいたいね、だからねえ、なかなか連絡が取れなくて、やっと、そうです ね、私のこういう関係がいや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 、そんなことないんですけどね。なのでせっかくなの で、ね、いや、乾杯をしましょうか、はい、じゃあ、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。グラサンナイト、新しいです、グラサンナイト。たまに見ていただいてるって言ってましたよね。あ、そうですね。やったことねえんですよ、それ。グラサンナイトとか、まあいいんですけどね。今度からそれしましょうか。グラサンナイト。ぜひね、画面の向こうの皆さん、うん、一緒に乾杯していただいてね。うんうんうん、そうですね。あ、美味しい。
飲みながらゆるゆると見ていただければ、はい、心の声出さないでください、美味しいとかね、やめてくださいね。ちょっと喉乾いてたんで、喉乾いてるね。いやいや、でも本当に、うん、私が多分初めてお会いした時は、うん、サングラスはかけられていなかった、うんうん、すげえ回してくるじゃないですか。なんか回しに入ってきてます。なんか私がいきなりね、まあ、僕が大体質問から入るんですけど、まあいいんですよ。私が結構回しにできます。私が鈴村さんに質問するコーナーじゃなかった。全然違います。まあまあいいんですよ、全然回していただいて全然ね、そうですね、最初はサングラスしなかったですね。そうですよね。そうそう、ごめんなさい、それから乾杯したんで、あのなっちゃんの綺麗なお顔を見てもらいたいんで、皆さんにサングラス外していただいて、はい、はい、皆さん、せーの、ドーン。いや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 、うん、やべえな。久しぶりに、まあ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 、お酒飲んでます。お酒飲んでない。大丈夫、あの薬飲むやってない、ね。ないですね、ないようですね。はい、ビタミン怖い怖い。そうですね。いや、そうですね。サングラス最初ロボコンですね。そうですね。ロボコン、ね、私のデビュー作にもなりますね。うん、そうですね。モエロロボコン。そうか、ドラマとして、そのお芝居としてはデビューになるんですね。はい、そうなんです。モエロロボコンが。ロビーナちゃん。ロビーナちゃんですね。この今日持ってきた本でもあるんですけども、 ここ、はい、これがロビーナちゃんですね。よいしょ。そうなんですね、ロビーナちゃん。これがなっちゃんの中 1? 中1ですね。中1の時ですかね、はい、もう大人っぽいですよね。すごい大人っぽいんですよね。 中学1年生、ロビーナちゃんね、はい、本当にね、なんかすごくこう大人っぽい。そうなんですよ、ね、大人っぽいですね。ハーフっぽいですけど、純粋の、あ、そうです、純粋の日本人ですね。日本人なんですよね。なんか、はい、やっぱ秋田美人ってこと、秋田出身でいらっしゃいますもんね、はい、秋田美人。あの当時やっぱ訛りがすごくて。そうだっけ。そうなんですよ、訛ってたっけ。訛りがすごくて、何度もあのアフレコ、うんうんうん、今だとね、もう全然ないんですけど、うんうんうん、この当時映像は映像で撮って、あ、そうね、後で口パク、自分のパクに合わせて声を撮ってたんですよ、うん、そうでしたね、フィルムで撮ってましたからね、ローコンはね、でも、訛りの修正がすごく大変で。あ、そうだったっけ。そうなんですよ、全然そこの記憶あんまり訛ってる印象ないんだけどな。で、現場だと、うんうんうん、あの訛っててもセリフ間違えてても、うん、とりあえず撮って OK 出ちゃうんですよ。あ、だからアフレコで直せばいいや的なね。そうそうそう、あ、なるほど。あ、そうかそうかそうか、ね、結構割と、はい、訛ってたっけ。訛りが本当に大変で、セリフを覚えることも初めて、うん、今ちょっと訛ってたけど、大変でって言ってましたけど ね今ちょっと訛ってましたけどね、聞いて、うん、なかなかね、そんな、うん、そんな感じでしたね。秋田から通って、そうなんだよね、はい、なんとロボコンの時は秋田から通ってね、東映に来てたんでね、うん、いっぱい出番のある時はね、事務所のね、はい、そうですね、寮というか、ね、はい、泊まってたりしてたんですよね、うん、そうですそうです、ね、他の仕事とかも入ってる時は、うんうん、まあ、まとめて東京に上京して、うんうんうん、でも撮影がどうしても早いので、うん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 、その時はあの鈴村さんの、そう、うちに泊まってたんですよね、はい、実はね、そうそうそう、泊まってましたね。 うちが当時の家は東映撮影所のすごい近かったんでね、はい、そこからもうすぐで、あれは 1DK ですか。違います。え、違います。3DK です。え、あ、3DK 広いぞ。だってなっちゃん思い出して、はい、だったあっちにあの女がいて、あの俺の部屋もあって、あの、ね、で、だってリビングがあったんですもん。だってリビングってもう一人やった。あ、そうですね、そうですね、確かに。1DK じゃ一緒には住めねえです。そうなんです。もう地獄の時間ですよ、1DK だったら。ずっとね、地獄の時間が流れるところでしたよね。危ないですね。うん、そうなんです。まあ、合宿みたいな感じでね。そうですね、結構ジャックさんもね、そのなっちゃん泊まり来るときは、みんなで集まってご飯一緒に食べたりね、はい、飲んだりとかして。そうなんです。そうだけど、泊まりに来るときに、で、まあ、結構ね、なんかもう、当時はビデオなんですけど、ビデオだったんですけど、はい、なんかまあ、ジャックさんとか来ないときに、まあ、ただただ泊まるってときは、はい、なんかまあ、なんか暇じゃない。はい、暇だから、レンタルビデオ行って、はい、なんか見たいのって、うん、で、スレイヤーズが好きで、はい、なんちゃんがスレイヤーズが好きで、スレイヤーズを借りるんだけど、はい、どれ借りるって、1巻から12巻ぐらいまで借りる。え、ぜ、これ、あの、これ、借りるなっちゃう、全部。うん、全部がいい。全部借りるね。全部見るね、見る。で、家帰って、1巻目見てんじゃん。もう寝てんの。ねえ。おい、2巻から12巻よ、みたいな。もう1巻も見てねえじゃん、みたいな。そうだから夜更かしできないんだ、ね。そう、できないんだけど、いや、今日寝ないで見ますから、とか言ってて、ぐい寝じゃない、とかね。あ、懐かしい。そう、ビデオ借りてましたね。レンタル、ね、レンタル行って借りて、ね、そうですよね。結果見ずに返すんですか。
そうよ、準備か。そうだ、返しに行くときもなっちゃんが帰った日にも俺はビデオレンタルに1巻から全然見て、いや早く返すもんだからレンタルのね店員が、うん、本当に見たんですかみたいな感じになるから、ね、そうそうそう見てねえです、うん、見てね、俺は1ミリも見てねえですみたいな感じになりますよね。でも未だにスレイヤーズは大好きなんですね。そうなんですよね、なんかそう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 、そうそう、だからなんかね、うん、そうでまた泊まりに来るとスレイヤーズ借りるっていう、ね、全巻1巻から12巻いやもうこん絶対見ないでしょみたいな。家にあるんですよ。あるの？あるんですよ、スレイヤーズの、うん、DVD ビデオが、ビデオが当時ね、ビデオがあるんですよ。それ借りさせたんだ俺にね。そういうことね。好きだから、はい、好きだから、ここでも見たいってね、うん、そういうことか。なかなかひどい子ですね。いやいや、ひどいっていうか、もう一巻見終わらないで、まあ、よかった。だから一応大体寝そうな気がしたんで、布団は引いといたの。あ、一応ほら、ね、寝ちゃうだろうかなと思って、だから全部お風呂入って、いつでも寝れるような状態で見せないと、ね、そのまま寝ちゃうとね、あれだったんだね。なんて楽しそうなお泊まり。現場でも本当、こう、子供たちに懐かれてるというか、うん、いや子供ですよ、はい、自分も。あれは鈴村さんがね。あ、まあ、僕がね、はい、あ、そう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 。なんかもうこ、こ、そうそう、あの子役のね、その、うん、ロボコンの時の奈良沙織ちゃんとかね、圭介とか、うん、城太郎とかね、小池城太郎くんとかがね、よく懐かれてた、ね、子供に、ね。みんなのお兄ちゃんって感じですね。そう、そうでしたね、当時はね、はい、そうでしたね。あの、え、おいくつだったんですか当時。僕は28ですかね、おじさんじゃねえのと思ったんでしょ。あの当時はお兄さんなんですよ僕も、ね、そうですよね。まあまあでもやめてくださいもんね、あのあまりでも変わってはいないですよ。あ、そうですか、はい、そうですか、じゃあもうおじさんじゃない、いや当時からね、あの優しいお兄さんです、ね、そう、でもなっちゃんもね本当に変わってないのに、さっき写真見せましたけど、中1とは思えぬ大人っぽさが、うん、いやありましたよね、うん、そうなんですよね。なんかお酒の CM とかが来てました、うんうんうん、えだけど未成年だから受けられないっていう、ね、あでもなんかいけそうですもんね、そう、見た目、見た目が、うん、そうですね、そうだってね、これロボコンやる時の前なんですけども、うん、これが、はい、潜在写真、潜在写真ですね、これがこれですね、あのあれなんですよ、小学生なんですよ。こんな小学生います？いません。って話ですよね、ランドセル背負ってね。そこでランドセル背負ってんの。もうめっちゃコスプレかと思いますよね。ランドセルだね。そう、もう、そうですよね、コスプレなんじゃないかなと思いますけど、本当に。小学生。モテたでしょう、小学校で。私がモテたと思いますか？思います。思います。だってちょっと変って変は変だけど、あの、いやいや、でも美人じゃないですか。だから美人、うん、ほら中身はちょっとね、あの、ストレンジがある的なとこありますけど、でもそう、うん、だから、うん、難しいな、なんだろう、うん、人に興味がない人だったんですよ、私自身。あ、人に？人に興味がないんです。あ、そうだっけ？もう自分の自分の想像する世界とか、うんうんうん、自分のこうやりたいことで精一杯、手一杯だから、うんうん、人が何を言ってるか、うん、何をしてるか全く気にならないタイプだったんですね、うん、はい、なので、うん、友達がいたかと言われたらいたかどうか分かんないし、怖いよね、友達といえば友達だしみたいな感じで、人との関わり方がすごい不思議、不思議というか、で向こうはなっちゃんのこと友達と思ってるかもしれないけど、うん、私は別にみたいな、喋ったことあったっけという感じだし、あ、そういう感じか、私が友達と思ってても、うんうん、向こうはでもなんだろう、例えばクラスで結構グループってあるじゃないですか、うん、ちょっと派手な子、はい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 、オタクな子、うんうん、まあ、勉強できる子、うんうん、まあ、普通な子たちとか、うん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 、どのグループにも属してたんですよ、いっぱいある友達だから、なんだろう、だってほら、よくグループで、じゃあほら、なんかさ、一緒に帰ろうとかさ、突然ではないんですよね、いつもいるメンバーみたいな、けど、突然いるメンバーみたいな、怖えなっていう感じでした、だから、モテる、モテるっていうほど人と関わってないかな、あー、でも、じゃあ一方的に好かれてたかもしれないけど、気づいてないみたいな、そうなんです、うん、多分、わかんない、どうだろう、いや、わかんないです、それは俺もわかんないですけど、はい、ええ、でもまあ、あの鈴村さんの家で合宿みたいに過ごしてた時はやっぱ大人の恋愛は大変なんだなっていやそれ私の話です、ね、すごい感じましたね、いや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 、あのいやいや、あのそうなんですよね、あのさっきそうそう誤解があるといけないなと思ったんであれなんですけどね、私が当時助監督やっててなっちゃんうちに泊まりおいでよってなんかやべえやつみたいに聞こえると思うんですけど、 そうですね、そうじゃなくて、はい、まあもちろんさっき言ってジャックさんとかも遊びに来たりするんですけど、はい、うん、彼女さんもね、そう、僕が当時付き合ってたことを
ね、はい、一緒に住んでたんで、だからまあそういう意味では僕一人でいる家じゃないからおいでっていう、ね、早い日はおいで、泊まりにおいでみたいなことで泊まりに来てたんですよね、はい、ただまあその彼女さんと、うん、はい、なんですか、なかなかね、あ、これはどこまで言っていいのかな、あのスイッチ押します、別に黄色かな、黄色、いやいや、もうのな、なっちゃん、もうにもう何年前だ、23年前なんですか、全然大丈夫ですよ、何喋っていただいて、何喋っていただいて、まあまあ、いやいや、こういう名刺とか出さなければね、あ、そうですね、いや、でもまあなかなかね、こう お二人の関係が良くない状態だったんですよね、うんうん、そんなにちょっと仲良くない時期でしたね、だからそんなにじゃない、相当もうもうお互い空気としているだいぶですね、そうなんですよ、うん、むしろなんで一緒に住んでるのかなっていう、ね、まあ末期状態でしたかね、はい、結婚で言えばもう離婚直前みたいな感じですね、結婚だとしてれば離婚直前ぐらいの感じですね、家にいてもお互い口聞かないみたいな、ね、そうなんですよ、ね、うん、ただまあ歩み寄りはしてるんですよ、鈴村さんは、うんうん、私はね、その彼女さんが帰ってきたらお帰りって言うんですけど、うんうん、まあ、彼女は無視されて部屋に入ってとか、うん、っていうのの中でこう、うん、ね、みたいなね、あ、そうですね、ね、バーンみたいな、ね、そうでしたね、うん、なんかこう、まあ、子供ながらにこう私がいることでなんかこの空気が良くなるのかなとか、うんうんうん、あ、はい、そうそう、だからなっちゃんがいるから、やっぱお客さんがいるからほら、なんか向こうも気使うと思って、あんま気使われてなかったんだよね、それがね、おかしいんだよね、なんかせっかく、はい、現場の対応とこの家に入った時の彼女のこのこう差がすごい私は衝撃で、そうですね、分かりやすく言うと付き合ってた人が、まあ、ジャックさんだったんです、僕ね、あの当時のね、まあ、女の子ジャックさんだったんですけど、現場でももちろんなっちゃんとそうです、ね、ロボコの現場で一緒になるからね、はい、そうするとそこではすごく優しくね、そうなんですよ、ね、ねえなっちゃんみたいになってるんだけど、はい、うち来た時は別人みたいにね、まあね、で大人になれば分かりますよ、うん、そういうね、うん、なんかこう気持ちも、うん、態度も、うんうん、まあ大人になればって言ったらやってることはちょっとこう幼い行動なので、こうお客さんがいるのにそういう態度を堂々と、マジで中学生ですよ、そうそうです、ね、中1の女の子が来てんのに感じ悪くないですか、だってね、そう、ただまあ彼女としてはやっぱイライラしてたと思うんですよね、なっちゃんに、なんでそう、あ、いや、そう、なんでこういう家まで来るのかなとか、いろんな思いは彼女としてあった、で僕ちゃんと断ってるんですよ、なっちゃん泊まり来るけどいいって、うん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 、で OK いただいてなきゃ僕勝手にやりませんよ、そうですよね、そうですよ、そうですよ、うん、ただすごいこう、はい、大人の恋愛はすごく大変だなんだ、うん、思いました、はい、大変で、まあまあね、今だから話せますけどね、うん、なっちゃんに当時ね別れた方がいいとあのね、助言をいただきね、中学1年生の女の子に、はい、28歳がそれ助言をいただき、それで、別れさせていただきましたね、その時はね、はい、別れても現場で一緒っていう、そう、もう地獄のね、別れたのに現場で会うというこの地獄のね感じですね、そうですね、そうです、だから社内恋愛とかって大変そうですよね、別れた場合ね、付き合ってる間はいいですけどね、帰る時とかね、うんうんうん、いいんですけど、だからそうですね、はい、それも心配の声が来てますね、うん、監督大丈夫ですか、いや大丈夫、私は大丈夫なんですけども、そうですね、じゃあ もっとロボコンの話とかしたいんですか、ね、まあ、ロボコン時代の話なんですけど、はい、そうですね、まあ、ロボコンのね、うん、ちょっと今日持ってきたやつで、はい、まあ、ロボコンのこれ1話の台本ですね、1話の台本なんですけどもね、めっちゃ綺麗じゃないですか、そうですね、うん、そしたらね面白いものが挟まってて、はい、なんかね、これカードですよね。お、あれ、ボイスラム、ボイズビーだ。ボイズビー、これは何のあれですか？昔ボイズビーっていう漫画があって、それを舞台化したんですね。あ、舞台化？あ、横向きにしましょうか。横、あ、そっち。はい、そうなんです。で、当時の、はい、まあ、アイドルの子たちがわーっと集まって、はい、舞台をやりまして。はい、で私は、数日かなのゲスト出演で出て、はい、で全員こういう、はい、まあ、当時、まあ、今もあるのかな、当時こういうね、こうトレーディングカードとか、うん、こういうのを作るのが主流になってて、うん、皆さんこう全キャスト分集めるみたいな、うん、ああ、そうなんですね、はい、ボイズビアライブっていう、でこれトレーディングカードってことですね、はい、そうなんです、そうなんです、うん、
なぜか挟まってましたねえ懐かしい、うんね、なぜか誰とか言わないでください。誰じゃないんです。誰が出てるかな、ね、誰が出てるかびっくりした。誰みたいになってたから、うんうん、そうじゃないですね。懐かしいです。なんかね、あとねこの絵もあったんですね、この写真。ああ、写真集とかですね、うん、挟まってるんですね。台本に挟まってたんです。へえ。そうなんです。ちょっと皆さんにもちょっとだけお見せします、うん、そのロボコンのロビーナで写真集を出させていただいて、はい、その時の写真かもしれないですね。ああ、そうですか。そうなんですよ。なんかそうですね、うん、なかなかでもあの当時ないですよね。あ、そうですね、ロビーナっていう写真集を出させていただいて。そうなんですよ。はい、私が当時水着 NG で。あれ水着どこと水着 NG、 水着ではないのか。そギリギリ水着、ただ多分初めてのコスプレ写真集ですね。あ、なんか結構でも激しめなコスプレしてなかった。水着ダメで なぜかサイバースタイルの水着になってて、うちの目が激怒りするっていう。ああ、そうなんだね。そうなんですよ。なるほど。っていう、ボーイズビー白銀館劇場でこうなりましたね。行きました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。うん、舞台もそうですね。うん、まあ、当時の本当有名な、まあ、人気の子たちが、今みたいにそのなんだろう、 AKB みたいなグループがなかったので、うんうん、そうですね、あの時代なかったですよね。あの時代はなかったので、ね、本当にこういろんな事務所の旬な、うんうん、その年代の子たちがわっと集まった舞台でしたね。これですね、ボーイズビーですね、これですね、うんうんうん、写真集もね、うん、その多分まあ わかんないんですけど、うん、その特撮と、うん、その俳優さんの、うん、写真集っていうもの自体が多分あんまりなかったと思うんですね、こういうグラビア系の。なかった、なかった、うん、そんなになかったね。ロビーナって写真集は、そうね、なかったですね。でまあこれ1話なんですけど、ロボコンを渡るという台本なんですけども、はい、そのなんかこの振り怖いんですけど。いやいやいや、なんで怖くないですよ、ね、ここで問題ですみたいな。違う、さてこの時なんて言ったんでしょう。いや違うんです、あの最初このロビーナという役を引き受けて、例えばデザイン画とかも見て、はい、その衣装を見て着てみて、まあ、言うたらコスプレみたいじゃないですか。それってどう考えました、やるときに抵抗とかなかったんですか。あ、なかったです、なかったです、うんうんうん、あの当時オーディションを受けたときに、うん、長女のオーディションも受けてたんですよ、うん、あ、桃子の、はい、そうです、うんうん、だけど、まあ多分この、まあ、見た目も含め、うんうん、ロビーナよりロボットよりだね、うん、みたいなのをオーディションの時に聞いてて、それで過去の作品を、まあ、決定ですと言われる前に見たんですね、はいはいはい、うん、昔の頑張れロボコの方、はい、頑張れロボコね、あのロビンちゃんが出てるやつ、はい、ロビンちゃん、はい、島田加穂さんやられてるロビンちゃんの映像を見て、うん、あ、私バレリーナにならなきゃと思って、うん、なぜか当時、うん、バレエの練習をすっごいしてました。あ、ロビンちゃんってね、バレリーナですもんね。そうなんです、バレリーナロボットですよね、はい、でまあ、私自身バレエも習ってたので、ね、トーシューズを実家から送ってもらって、うん、なんか練習したんですね。トーシューズをすごい履いて、うん、決まったら絶対これで回るんだとかって思ってたら、うん、ナースでしたね。ナースロボでした ね、 あれ ね、 あれね。そうなんです、違いましたよね。ナースロボだけど弓矢持つってやべえ。ちょっとなんか ね、 ね、恋のキューピッドね、結構打ちますよね。そうなんです、打ちましたよね、っていうので、うん、違ったみたいな、うんうん、なんかこう読みが外れた、うんうんうん、っていう衝撃の方が強くて、あ、なるほど、はい、バレリーナじゃないのみたいなことですかね。え、ナースみたいなことですかね。なんかナース、え、踊らないんですかみたいな。あ、逆に、ね、踊る練習してたのにみたいな、そうなんです、うん、っていう感じはありましたけど。あ、なるほどね。で、当時、うん、撮影がまだ始まる前か、うん、始まった、うん、前半あたりの時に、うん、ガブリンチョっていう番組の、あ、番組ね、ありましたね、取材が入って、うんうん、決め台詞とかあるんですか、うん、みたいな、はい、急な振りに
撃っちゃいますよって言ったんですよ。そう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 、撃っちゃいますよってセリフ一個も出てこない。出てこない、撃っちゃいますよ。すごい私適当になんか生きてたなっていうぐらい、うんうん、そう。でも俺その撃っちゃいますよ見て、ジャンクションって始まる前に5秒だけ、はい、この後はモエロロボコみたいな、その時使ったんですよ。モエロロボコ撃っちゃいますよ、撃っちゃいますよって、僕が撮ったやつでね。そうだそうだ、 それガブリ委員長見ててね、そう、撃っちゃいますよいいなと思って、全然劇中で言わねえね、撃っちゃいますよってね、やんでね。そうですね、あれは評判良かったです。僕の手柄になってますから。あの、そうですね。そうなんですよ。そんな思い出がありますね。なるほどね。はい、そっか、じゃあ全然あのデザインとかには抵抗は全くなかったですか。可愛いなと思いました。全部ハートで。うん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 、ただあのやっぱ着るのが大変でしたね。そうですね。あの衣装ね。あの羽をランドセルのようにこう。そう、背中にねジャギンって刺すんですよね。そう、刺すんですよね。あれがすごく重くて。ああ、そう、鉄でできてたやつですもんね。そうなんです。で、撮影中はやっぱ外して、うん、本番直前つけるみたいな感じでやれたんですけど、うんうん、あのイベントとかに出た時にずっと。はい、つけっぱなしなので結構それが、ね、はい、大変で、夏場暑かったよねやっぱね、衣装もあの割とビニールでね、それで背中重いしね。あとあの成長盛りで、うん、すごい身長伸びるのが早くて、どんどんミニスカになってきちゃう。だんだんあのそうそう、どんどんミニスカね、そうそう、ミニスカの時ワガメちゃんみたいになってきちゃう。だんだんね、そう伸びてね、背がねっていうので結構手間を、お手間をかけてしまったなっていうのありますね。ちょっとね、実は懐かしい写真が1枚あります、はい、まあ1枚というかちょっと出たりしますかね、うん、ちょっとはい、これですね、これ私と、あ、若い、私とこれサングラスしてない、してないですよ、ね、そうですね、この時はあのあれですね、なっちゃんの役が、あのちょっとウェディング、なんかロボコンと結婚する役か、はい、なんかイメージかなんかのね、はい、ロボコンの空想ですかね、空想ですね、空想の中でのウェディングを着てるので、うんうん、私がなぜか一緒にねお前ロボコンかよって話ですよね、あんたみたいな話で、そうですね、結構なっちゃんとこういう感じで写真撮ってて、はい、あともう一個ロボコンのがあると思う、これですね、これはなんかもうロボコンの形がおかしいですよね、顔の位置と手の位置とホラー写真みたいなのですよ、ね、なんかね、そうそう、これもうロボ、これはこれは普通のロビーナちゃんの時ですね、はい、と私と、そうですね、というのが懐かしい写真で、ね、ございますけどね、はい、懐かしいですよね、懐かしいですね、はいはい、そうですね、昭和そうですね、はい、もうなんか結構この当時はほら今みたいに、うん、あのあれがないんですよ、そうスマホで簡単に写真とか撮れないから、はいはいはい、うん、もうカメラわざわざ持ってきて撮らないとなかったもんね。あ、そうですね、あとあの現場のカメラ、あ、カメラマンね、がスチールカメラマンね、まあ、の方にお願いして撮ってもらったりとか、今みたいに気軽に撮れないんですよ、持ち歩いてないから写るんですとか、あ、まあ、持ってたりもしたけど、うんうん、ね、でもすごいあの このぐらいのサイズから大きいサイズまでいろんなサイズのを焼いてくださって、あ、そうそう、現場の写真ね、そうなんですよ、なんかプレゼントしてくれたりして、そうそうそう、今はねもう逆に気軽にデータで送られますからね、データで送ってくるだけで焼いてくれませんからね、そうですね、焼くのは自分でやってみたいな、そう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 なんですよね、そうですね、そうなんです、なんかね、あと覚えてます、結構休みの日とかみんなに出かけたりとかって、うん、記憶にあります、なんか出ますかね、浅草寺のね、なんか写真がこれですかね、これうわ、私なっちゃんと浅草行って、あのこれあのほら頭の良くなる煙、はい、ね、あの浴びてるやつです、もうほぼ、ね、私開いてませんけどあのそうですね、これ一緒に行った時の写真ですね、すごい、ゴリゴリカメラ目線ですね、なっちゃんはね、そうですね、そうですね、浴びてます ね、 そうですね、わあ懐かしい、そう、なんか行きましたね、なんか天丼食べたのとか覚えてますね、大体よく覚えてますね、覚えてますよ、それはもう だって大黒屋のお母さんが綺麗な人ねって言ってましたよ、もう、うん、あれこの時中学生、あ、中学生、中1です、中1ですね、見えないですよね、そうそう、大人っぽいですかね、はい、カップルだ、カップルに見えますよね、そう、確かに、ね、旗から見たらね、別に2人じゃないんです、あ、まあまあ違うけど、まあ、ジャックさんとかね、はい、小倉くんとかね、オグ、ね、ちゃんとか、はい、神尾さんとかとね行ったんですけどね、東京タワー登ったりね、しましたね、あ、しましたね、ね、しましたよね、楽しそう、そうですね、だから休みの日にそういうこともしましたよね、あと覚えてるかどうか分かんないですけど、ロボコンの、はい、結構声優さんとか、うん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 、役者さんとかスタッフとかでボーリング大会とか、ね、あ、やりましたね、やりましたよね、なんかロボコン撮影早く終わっちゃうんで、あ、割とライトに終わっちゃうんですよね、
そうでしたっけ。そうなんですなので結構や普通にサスキューができるから、うん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 、みんなでそういうボーリング大会やろうとか、うんうん、そうそうなんかやって、なんか MC とかが全然なかったイメージがあります。その皆さん本番一発 OK みたいなのが多かったイメージがありますね、うんうん、そうです。お母さん役はミーさんでね、はい、ピンクレディのミーさんで、お父さん役は渡辺一慶さんがやってて、はい、みんな上手かったですから ね芝居もね。そうですね、うんうん、であれですよ、もう一つ僕台本持ってきたのが、はい、ロビーナちゃんとやつ、これあのなっちゃんのメイン会ですかね、なんか、うんうん、ですね、このメイン会で、これの時は結構だから出番が多くて、はい、うん、あれですか、二役、そうです、あの夏希ですね、そう夏希っていう役と、二役だからロビーナちゃんと同じような顔した女の子が出てくるんですね。はい、そうなんです、はい、ちょ写真出ますかね、写真があるんですね、写真が、はい、これあの今座ってカメラ目線になってなっちゃうんですけども、はい、僕後ろで助監督としています、うん、あの横にいるあのサングラスかけてる方が、岩原監督というね、その会の監督なんですけども、はい、これが夏希という、ね、ロビーナちゃんと似た、はい、女の子、人間の女の子で、そう人間の女の子で二役っていうことですね、やってる時の写真ですけどね。だから大変でしたよね、その着替えなきゃいけないから、あ、そうです、そうですね、やるからもう、じゃあこっちの夏希の役の時とロビーナちゃんでウィッグつけてあの衣装着てっていうのを、はい、じゃあまた夏希に戻ってとかね、はい、そういう大変な、着替えだけで時間取りそうですね。メイクも違ったからね。あ、そうですね、うん、そうそう、なんかあの私が人間役の時にロビーナちゃんと鉢合わせて、ロビーナちゃん越しの人間の私の時に、私の当時のマネージャーがロビーナちゃんの格好してられて、もうこっちから見てられませんでしたけどねそのロビーナちゃんの格好したマネージャーがね、女性ですよ一応女性だけどいろいろ年齢とかあるじゃないですか。だからおーっていうね、ね、ちょっとね、なかなか、はい、ね、そうですね、よく笑わないで芝居をね、できたなという感じですね。笑ったら大変だ、怒られる笑ったら怒られますからね、そりゃそうですよね。ね、そうですね、はい、懐かしいですね。そう、吹き替えまでやるマネージャーってなかなかいませんからね。そうですね、なかなかね、そうですよね、面白い、確かに確かにね、うん、でもロビーナちゃんってめちゃめちゃ人気出ましたよね。いやそうですね、キャラクターとしてフィギュアも、フィギュアもこんな大きいフィギュアとか出たんですよ、あのリカちゃん人形みたいに、はいはい、服とか脱がせられ、なんか変なみたいな、いやいやいや、あの着せやばいっすよ、なんか違うできるんでね、あ、はい、着せ替えが僕持ってますよ、ロビーナちゃん人形、それもなっちゃんにサイン入れてもらって、そう、あの箱に、箱にサイン入れてもらって大事に取ってありますよ。なんでその持ってこなかったんですか、それをなんでそれを持ってこなかったんですか、だったか、そうですね、次回ゲストの時持ってきますね、その時はね、次回なっちゃんが来てくれる時にはね、すごい、でもあのそうですね、ありがたいことになんかあの、うん、フィギュアを自作してくださるファンの方とかもいて、うんうん、そう、あれが出るまでにちょっと時間かかったんですね。だからそのビーナのフィギュアが作ってくれるんですけど、うん、それを持って写真撮って、うん、フィギュアくれないんですよ、欲しいのにね、あー、それはもうくれないのみたいな ね一生懸命頑張ったんだよみたいな、作った自分の我が娘みたいな感じで持ってかれちゃって、ね、そうだよね、そうなんです。でもそういうね、すごい素敵な方がね、うん、たくさんいてくださって、そうですね、うん、人気出て、それでなんか CD 出しましたもんね、なんか、あ、そうですね、きっと大丈夫でした、きっと大丈夫って、ね、え、遊園地でイベントしたんですか。あ、そうです、そうです、遊園地でもやりましたね、はい、ね、行きたかった、撮影一回1年間、うん、1年クールでやって、うん、ね、その翌年はイベントの年みたいな感じで、2年、そうですね、約高速としてはね、そうなんです、そう戦隊ものもそうですよね、そうですね、だから撮影終わったら1年ぐらいはなんかいろいろイベントやったりね、するみたいな、そういう感じでね、結構終わってからも遊園地でね、イベントやったりとかね、そうですね、ロボコンショーをやりましたね、ロボコンショーね、そうですね、はい、楽しそう、なんかそうね、え、もうだからだんだん成長しちゃうからね、衣装がね、ねえ、そっか、2年だとね、そうなんですよ、伸びますもんね、そうですね、もうそう他の役者さんはあの普通の洋服なので、うん、あ、はいはいはい、別に違う服でもいいね、そうなんです、変えられるんですけど、ロミーナちゃん衣装、そのもうあつらえ物のね、その、はい、それしかないから、そうそう、でも何着ありましたよね、2着とかなかったでしたっけ、ね、作り直したんだっけ、はい、作り直したの、あ、そうか、作り直して、はい、うん、あとなんかね、夏用みたいなのもありました、若干涼しい感じだね、っていうのもありましたね、うん、そう、懐かしいですね、でもね、そう、ロボコン、うん、
じゃあ結構そのロボコンの1年といつも2年ぐらいにわたってやってましたけど、うん、はい、なんかなっちゃんにとって今ね、うん、ロビーナちゃんってどういう存在なんですか。でも本当当時の、うん、そもそもロボコンのオーディションを受けたきっかけが、うんうん、あ、ま、が、ゲーム会社のイベントに出た時に、はいはいはい、三国連太郎さんにお会いしまして、うんうん、そのゲームのナレーションをされてて、あ、まあ、イベントが一緒で、うんうん、その時にお前はなんだ役者になりたいのかみたいな言われて、まあ、家とか何も言えず、もう言える状況、はい、そうですみたいな言わされたからね、そうなんです、ね、子供らに入って言ったからやらなきゃっていうので、え、それ小 6? そうです、小6の子にお前は役者になりたいのか、すごい、怖いですね三国さんもね、小6の女の子にね、すごいオーラーとか貫禄のある方、うん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 、なので嘘ついちゃいけないと思って、あ、で最初に受けたオーディションだったんですよ、うん、だから私の中で本当にこう思い出というか、うんうんうん、自分、まあ、人の力もあってですけど、うんうん、後押しもあってですけど、うん、自分の中でこう初めて挑戦した新しいもの、新しい世界が、うんうんうん、まあ、ロボコンというか撮影とかお芝居で、うんうんうん、すごい楽しかったんですね。あ、そうですか。まあ、なんなら大の大人がめっちゃ人形遊びしてんじゃんみたいな、あ、あの着てたのでみんな可愛いよね、人形遊びじゃねえ、大の大人がこんなに遊んでっていうぐらいすごい楽しい現場で、なの で特にやっぱだいたい3ヶ月とかドラマってクールが短いんですけど、うんうんうん、1年なので最初よそよそしくて も、うん、もうほんとみんな家族になるんですよね、ファミリーになるというか、確かに確かに確かに、うんうんうん、だからそういうあったかい感じっていうのも、うんうん、なんかこう素敵な期間だったな、ね、なかなかもうか感じれるというか体験できる、うん、ことはない、そうね、だからアットホームだったよね、そのロボコンの現場って、やっぱその、はい、そうですね、まあ、スタッフもカメラマンのね猪熊さんはじめ、うんうん、あのみんなあったかい、子供も多かったって、そうですね、子供も子役がね、うん、多かったからね、そうですね、うん、確かに確かに、そうなんですよね、だからまあ思い出であり、なんか当時から今に至る自分を作るきっかけになったキャラクターではありますね、ロビーナちゃんが。なるほどね。あと何よりプチ声優体験ができたのも嬉しかった。ああ、まあ自分の声にだけど当てるかな、はい、みたいなことですかね。はい。でも本当有名な声優さん、ね、関口さんとか、うん、あ、声優さんとかね。はい。あのいろんな有名な声優さんに混じって自分も声優体験できるっていうのもすごい貴重な時間でしたね。うんうんうん、それこそ関智一さんとかね。そうですね。そうですね、山口さんとか山口勝平さんとかね、そうですね、いろいろ、ね、そうなんですよね、やりましたね。湯沢浩二さんとかね。あ、そうですね。ね、とかね、そうでしたね。あ、それがまあ、うん、なっちゃん的にはやっぱ勉強になったというか楽しかった。あれがあったから、うん、お芝居を私やっていきたいっていうきっかけですね、ロボコンは。あ、なるほど。うん、まあでも良かったですね、そういう意味ではね、うん、ほらやっぱ大変は大変ですけど、まして秋田から帰ってたからね、基本的には。その後京都の渦間さんに立て続けに行って、うんうん、まあ大変だったんですよ、そっちはそっちの現場で、すごい厳しくて、ね、まだね、うんうんうん、だからあのロボコンのあの時代に戻りたい結構夜な夜な泣きながら現場で、ね、あ、そうですか、はい、ね、あ、すごい怒られて、何度も現場で帰れ帰れって、怒られて、でも今怒る現場ってないですよね。ないですよ、今だってもうパワハラセクハラは撲滅運動ですから。だからなんかこう役者を育てる現場っていうのは本当貴重だったなっていうのは、いいこと言いましたね。そうだからそうやってね、今ほら別に怒ってるって言ったって殺しはしませんの で、うん、ね、あのそうそう、あくまで怒そう叱ってるって感じなんですよ、あの叱ってる、ね、要するにあの上手くなってほしいから、人気出てほしいから、演技が上手くなってほしいから僕らも、まあ、知った激励なんですよね。 それなんか最近の子すぐさ、いや監督に怒られたからもうやめます役者とかで、いや待ちなさいよってね、なんかそう別に怒ってないのよ、感情としては叱ってるだけで、喧嘩してるわけじゃないんだから、バーンってね、この野郎とかさ、
帰れってんだっていつ本当に帰られちゃ困るんで。そうそう。たまに一つのさ、まあね、帰れって分かりますよ分かりますよなんて言われたら困る、嘘嘘嘘みたいになるわけだけど、ね、だってそれはさ、ちょっとね、口が滑っちゃった範囲内の、まあ、そう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 、うん、だから、あとまあ一旦持ち帰って自分の芝居がどうだったかをちゃんと考える時間をくれたんだなっていうのもあったりして。素敵じゃないですか、うん、そんなことを。いやでも当時はそれは感じなかった。いやそれはそうですよ、それはね、当時はね、なんかみんなに嫌われてるなとか思いながら。いやいや、だってまだ、だって渦巻いところもまだ中学生でしょ、きっとね。あ、そうですね、うん、でしょ、はい、それは中学生だったらみんな死ねばいいのにと思ってたでしょ、だって、ね、いやいや、私は、私はね、助監督21ぐらいから助監督始めたんですけど、はい、最初入って3日は、ああみんな死なねえかなと思ってましたよ、あの当時ですよ、当時はね。今は意味が分かりますけど、当時はああみんな死なねえかなとかって本当に思ってます。そう、でも多分役者業よりも裏方の監督業の方がやっぱ大変、ね、ね、なんか帰りにあっち側のバス、ロケバス崖から落ちてなんかみんな死んじゃえばいいのにと思ってましたよ、うんうんうん、でも想像がすごい、ね、だからうちの師匠がうちの師匠の石田っていうのがいるんですけども、はい、まあ当時僕が一番下の助監督だった時のチーフ助監督なんですけど、なんか勝手にそんなことやってないんですよ、なんでお前俺の写真にお前釘刺して死ね死ね言ってるらしいな、よなよなって言うから、やるわけないじゃないですかそんなこと、でどんな憎くてもって、ね、やるわけないじゃないですかって言ったら、おいお前なあれな、聞かねえぞ俺もやってんだけどつって聞かねえからやめた方がいいぞ、いやいやお前やっとんのかいみたいな、あの、ね、怖いわみたいな、どういう助言だよみたいな、あれ聞かねえぞじゃないんで、聞かないんだ聞かないんだみんなやってるんだみたいな、怖えよと思って。そうなんですよね。これ言っていいのかな、はい、どうぞ。京都の撮影は、うん、ドラマ別れる二人の事件簿かな、あ、その前に時代劇に、うん、あのゲスト出演させていただいてたりしてて、そうなんです。でも別れる二人の事件簿もそうですね。あれ、そうか、現場に来ました。ロボコンの後ですね。ロボコンの後、白倉さんとかがやってたやつ。あ、そうです、そうです。白倉さんがやってたやつですね、東映のね。そうそう、白倉さんが執行になってテレ朝にいた時代ですね。あ、そうですね、はい、東映に戻ってきたんですね。そう、そう、そう、そうでした、そうでした。そう、別れる二人の事件簿。それでその後にいよいよ仮面ライダー龍騎。あ、そうですね。になりますよね、龍騎で、はい。そう、あのたまたまね、龍騎の僕も雑誌、今日は雑誌じゃない、あの本を持ってきて、うん、なっちゃんのインタビューどんなのかなと思って、うん、久しぶりに見たら写真がすげえギャルでびっくりしたんですよ、ね、このね。こんなギャルだっけなみたいなね、この感じで。あれ、なっちゃんみたいに思ったんですけど。確かにギャルですね。時代を感じますね。時代ですかね。だから流行りメイクでしたこれ。こういうの。ね。うん、いやいや、なんかね、私やってないんです、やってもらってる状態なので、そう、あんまり意見はしなかったことですか、こう、あ、そういうメイクやめてくださいみたいな。いや、あの、知らないんですメイクを。ああ、その、これいくつ、龍騎の時、2002年ですけど、2002年だとロボコンから、ロボコンが99年だから20年前ですか、今から。あ、そうそう、そうですよね。きちそう、20周年でそうだ、呼んだんだった。そうだよ、17。17か、じゃあ、高校、まだ高校生だ。あ、そうですね。あ、17か。トクトクトクじゃないんだね、おい。トクトクトクじゃないね。そう、私も飲もう。すごい、飲みますね。そう、あの、酒癖が悪いので気をつけてください。いや、やめてください。後半気をつけてください。ご飯ろれつが回らなくなるけど、ベランダからお酒、うん、もう恐ろしいです。ベランダから、いや、やめてください。それは違うやつです。そう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 、だから、そう、龍騎が今だから17の時ですか。あ、そうですね。だから、でもその時もやっぱり大人っぽかったですよね。あの、シンジの一応、まあ、詐欺師というかでしたけど、で、ね、はい、でも朝倉にこう、うん、ね、姉を殺されて、姉を殺されて恨みを晴らすために、晴らすためにライダーになっ なったんですよね、はい、でも史上初、昭和とか平成とか関係なく、ね、史上初の女ライダーですからね。そうなんですよ。そうなんですね、女性ライダー。なんか私、まあ、その、うん、事務所がこう押してくれたっていうのもあるし、いろいろ大人の、うん、関わり方がどうあったかは分かんないんですけど、うんうんうん、私はただロボコンの翌年から現場で声が取れるようになってて、そう、クーガから現場で僕戦ったんだもん。
戦った、HD 撮影で、ハイビジョンで撮影するから、グラサンライダーでやりませんね、そんなに。戦ったんです、本当に。現場でビデオ、フィルムからビデオになるんですから、うんうんうん、アフレコなんてありえないですよ、つって。俺ももう一緒にシンクロじゃないと、もうダメです。そうかそうか。戦ったんです。そう、それがずるいなって思ったんですよ。あれさっきすごいいい経験してて、いや、すごいいい経験なんですよ。ただ当時はすごく大変だったので、まあまあまあ、まあ、自分の口のパクに声を合わせるのがすごく難しい。まあ、口のパクもなかなかない。口パクにだわかる。口のパクにってね、なんかね。口のパク。まあ口パクにね。口に合わせるのも難しくて、あの経験を。何次の世代、次の年の子たちはやらないの、うん、っていうのと、うん、ただね、戦隊はやってました。あ、そうそう、戦隊はやってたんですよね。そう、そうなんです。それでずるいなっていうのを、言ったら、じゃあいいよ、出してあげるよって言って、あ、言ってよかったじゃないですか、ね、ずるいなってね、ずるいなって言ったら、はい、なんと出してもらえると。そしたら、龍気に、はい。いや、なんかずるいなって言って出してもらえるからね、なんか、ずるいなって。ずるいな。私もやりたいですって。あ、それで、まあそれもきっかけの一つだったのかなっていうことですかね。あ、そうそう、はい、あの時も俺忘れませんよ。衣装合わせで久しぶりに会ったわけですよ、リュウキのね、はい、ね、よく覚えてますね。いや、もうそれがなっちゃんとは多分3年ぐらい、2年か丸々会ってなくて、あの、あ、加藤夏希さんですって紹介して、いや、なっちゃん久しぶりだねってみんな言うんだよ、白倉さんとか田崎監督とかみんなやる前で、え、昨日会ったじゃないですかとか言う、会ってないのに、いや、おい、落とし込まないでください、田崎さんがもう苦笑いじゃん、そうなんですね、違います違います違います、会ってませんみたいな、もう俺もうジョークです、ジョーク、ジョークもきついのよ、もうが、もうさ、本当か嘘かの際どいジョーク大好きなんで、いや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 、もうさ、えげつなさ、キワキワのキワですね、もうね、さ、もう本当にイカチージョークやかもうよこしてくる、もうこっちは収めてさ、俺も監督ならさ、何になっちゃいってんだよ、俺チームっていうか監督補だったのよ、監督補だったから、もう白倉さんとかも目が笑ってんねえし、いやいや違いますよ、なんかさ、お前幸せの前の日に飲み連れてってんのかみたいな感じになって、ねえ、10代の女の子みたいになっちゃう、いやいやいやみたいな、よく覚えてます、覚えてます、本当にびっくりしました、言った方は覚えてない、恐ろしいね、本当にもう、いや、まあだいぶ飛んでましたね、飛んでました、だから変わってるって言ってるでしょ、だからね、それでもちょっと面白いですね、いやいや、ダメなんですよ、あなた真似してる、ね、あの、おかしな人だと思われますけど、なんか多分その時代ぐらいの写真集を見ると、うん、結構ドン引きしますよ。どういうことですか。写真集で、まあ、一応大人の目がたくさん入るじゃないですか、うんうんうん、で写真はもう、あの、まあ、こういいものができてるんですけど、そこにこうメッセージとか手書き風の、はいはいはい、あの入ってるんですけど、全部2ちゃんの用語とかが入ってるんですよ。超オタク丸出しで、ネットスラング的なことが言葉遣いとして入ってるってことですね。結構痛い子だったなっていう、あ、ごめんなさい、いや、Now です。あの、痛い子だったみたいになったんですけど、あの、ごめんなさい、もうお母様になっていろいろあれですけど、ナウなんですよね。久しぶりにさっきね、番組始まる前に1時間ぐらいいろいろお話しさせてもらいましたけど、はい、変わってなかった。良くも悪くも。良くも悪くも。良くも悪くもね。人はなかなか変わらないですね。変わらないですからね。そうですね。あ、いや、でも自分のことを客観的に振り返れるようにはなりましたね。うん、ああ、いいですね。そうですね。いろんなことを経て。あ、すいません。レモンサワーを、すいません。忘れてます。すいません。え、ちょっと私言い忘れちゃったんですけど。はい、何ですか？今言っていいですか？どうぞ。あの、スパチャができるようになっておりまして。そうです、スパチャ。今日そういえばヤッホーやってねえな。そう。今日、あのね、いつも見てくださってる方はわかると思うんですけど、うん、ね。ぜひ。いただけたら。なっちゃんにウロンハいっぱい飲ませてください。そう、あの、いっぱいね。はい、そうです。いっぱいね。あの、つまみも来てますから、ぜひぜひ、本当に、あ、俺のつまみ遠いな、ちょっとよいしょ、あ、ウルトラマンのオファーも来たという話は、そうなんです、来たの、来たんです、ウルトラマン、はい、女ウルトラマンをやらないかっていう、いや、もうだってすごいじゃん、女ライダーって女ウルトラマンやったの、オーディションの日程も来たんですけど、うん、うんうんうん、うん、あ、仮面ライダーやられてるんですねってなくなったんです、あ、そうなの、え、あ、すいません、そうなんです、ありがとうございます、
え、悲しい。でも仮面ライダーとウルトラマンやってる役者いますよ。男の高野発生とか、ダメなんですか、高月とか。一応なんか多分初女性ライダーっていう看板が、まあ大き、今はねいっぱい女性ライダーいますけど、うん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 、当時は初めての女性ライダーだからっていうのも大きかったから、うんうん、ですよね。そうか、いやなんかライダーのせいしないでください。いやいや、なくなっちゃったんですよね。女性ライダー、ライダー命ですから。いや嘘です、ライダー命本当ですか。はい、ウルトラマン、ウルトラファイトは見てました。え、ウルトラファイトってあの昔の。そうです、ウルトラファイトは見てたんですよ。あの殴り合いみたいにするやつ。そうです、そうです。なんでそれ見てんの。プロレスの実況みたいな。そうそうそう、ウルトラマンはそういうものだと思ってたら、思ってたの、ウルトラファイト。でライダーはちゃんとストーリー性があるものって思ってたんですよ。なっちゃんのそのウルトラファイトだけ見てたらすでにもう猟奇性を感じるんですよ。なんかウルトラファイトのみ見てる、あれを全てのウルトラマンだと思ってもらうと困ってしまうんですけど、もうほぼ人出てこないです。人出てこない1話で人が出たかなぐらいで。あ、そうですね、はい、あのそう昔すいません、はい、きぬさきさんからいただきました。ヤッホー、やってください。ヤッホーやって、照れないでください。ヤッホーね、お願いしますよ。もう、あ、はい、いきますよ。はーさんからいただきました。ヤッホ ー全然照れてんじゃん、ね、なっちゃん、なっちゃん、ヤッホー言ってください。いや声出なくなっちゃってんじゃん、なんだけさっき饒舌だったのに。これでも考えたの八星さんですからね。そう、たぶん。グラサンとかなんかかけないのかな。かけないです。ヤッホーなんですよ。山なんです。もう、ヤッホー。ヤッホーでお願いします。グラサンに、なんかグラサンに全てかけようとしないでください。あのね。さっき散々もうやったこともないね、乾杯の時にグラサンナイトって言ってましたけどね。いいじゃないですか。いや、いいんですよ。いいんですけど、ヤッホーは突然なんか躊躇。みたいになってますから、それやってください、ちゃんとヤッホーね、はい、お願いしますね、はい、そんな恥ずかしがる子じゃなかったはずなんだけどな。おかしいな。みんななっちゃんのヤッホーが見たくて入れてるんですからね。ヤッホーってなかなか言わないですよね。言わないですよ。あの結構恥ずかしくないですか。ヤッホーだから、でもほらたまに女の子とか言う。明日あれですよ、皆さん朝一番最初に会った人にヤッホーって言ってください。いやいやいや、それね、だ結構恥ずかしいと思う。ほら待ち合わせ場所で女の子がたまにヤッホーみたいな言うじゃん。いや若い子ね。いやでもそれ今聞かない。聞かないの、古いのあれね。あ、そっか。うちの3歳の息子がなんかママヤッホーって言うんですよ。あ、かわいい。すごい、あ、どっからヤッホー情報もらったんだろうみたいな。ヤッホー情報とかないんですよ。だからヤッホー情報はないけど、でもそうしたらなっちゃんもヤッホー言ってくれないと、3歳の息子さんのためにも。ヤッホーヤッホーって結構恥ずかしい。なんでよ、なんでよ、全然恥ずかしくないよ。俺の家なんか昔の彼女の話、さんざん赤裸々な話しちゃって、そっちの方が恥ずかしいわ、俺。なんだね。なんでヤッホーぐらい言ってください。ヤッホー言います、はい。びっくりした。ヤッホー言わないと思わなかったね。撃っちゃいますよとかいろいろ言って。だって変な名乗りもあったんだよ、昔のみんな。天に星、地に花。天に花じゃない。天に星、地に花。天に花はないんですよ。な天に星、地に花、人に愛です。ね、すごいちゃって、ね。あ、人に愛だよね。はい、はい、そうです。そうですね。心と心素直になれ。そうです、そうです。え、かわいい、かわいい。それで、いきなり弓矢で撃つんだよ。まあ、まあ、もちろんハートのね、弓矢で。でもあれもよく考えておかしいよね。ロボットなのにあの弓矢はメカじゃないんだよね。刺さっちゃっても別に人がキュンとなるだけで、はい、普通に考えるとアンドロイドの女の子が撃ってる弓矢って殺せるやつじゃん。なんかね、なんかブスッみたいなね、なんかね、なりそうですけど、そうじゃないんですよね。はい、そうですね。ね、はい、なんかね、キューピッド。ちょっと今、サイってなってましたけど、サイがもうサイだから、ね、サイじゃないんですよ。ね。はいですからね、そう。ほんで、本当にね、そう、なっちゃんのやってた、はい、リュウキの女ライダー、ファムっていうんですけどね。でもなんか実際、撮影を、うん、はい、これです。この白鳥のライダーですね、はい、素敵な。撮影をして、うん、まあ劇場が公開になってから、はい、私こんなすごい役をやらせてもらってたんだって。っていうのを実感したんですよ。あ、やってる間はあんまりその分かんなかったですか。なんか、まあ、今仕事の一つであったし、いやいやその、うん、まあ、役に集中するので、はい、そうね、桐島優弘っていうね、役ね、なので、で、まあ、ライダー同士戦うっていう結構、まあ、ダークな話だったので、そうでしたね、割とこう気持ちはそっちの世界に持ってかれて入ってたので、なんか切なくもかっこいい役でしたよね。そうですね、うん、
だって恵比寿さんの娘なわけないじゃん顔が。なんだね、恵比寿吉和さんの娘みたいになってましたもんね、はい、あの役がね。でもそう、最後のあの死んでしまう、はいはい、ね、花壇かなで、うん、兜町で撮影した時ですね、はい、はいはいはい、の時になんかすごく虚しくなりすぎちゃって、あのこうエキストラの方がこう、そう最初はそんな死んで、あのなんか時間経過じゃないけど人が通勤しても誰も見ないんだよね、はい、死んでる、そうなんです、ただの酔っ払いが寝てるみたいな扱いじゃないけど、はい、誰、うん、都会の人は誰もそれに気づかないみたいなね、でそれで私がその置かれてる状況に悲しくなっちゃって泣いたんですよ、死んでんのに泣いて、うん、したらメイクさんがダメ、メイク崩れるから泣かないから、死んでるやつは泣かないからね、あのそうですよね、ごめんなさい、気持ち入りすぎました、そうそう、でもねそのぐらい気持ちがね入ってね、でもあれちょっと悲しいですよね、悲しいですね、あれね、うん、そう、いえ気づけよってめっちゃ思ってました、いやいや、ずっと東京の人は冷たいってことですよ、ね、そうですよね、そうなんですよね、うん、本当に、うん、まあ、気づかないっていうのがね、そう、気づいてるのか、まあ、知らないふりするのか、まあそうですね、だ僕その当時のね仮面ライダー龍騎の映画の台本を持ってきたんですけども、これね、これですね、すごい、うん、違うな、さあこれ龍騎の台本なんですけど、2冊に分かれてるんですね、これなぜかね、なぜ分かれてるかっていうと、当初その結末を、うん、バレちゃいけないっていうことで、すごくそういうのが厳しかったんです。だから最後桐島美穂がどうなるかとかも見せたくなかったんで、例えば後半出てない役者とかその事務所に無駄に配らないように、この台本で基本的にこれシーン66までしかないんですよ。そういうことだったんですね。66へ以降、あとシーン102まではこっちにやって、結末が先に漏れないように、なるほど、作ったんですね、台本2つにして最後、だから前半しか出てない役者とか、続き読みたいんですかみたいになっちゃうわけですね、不完全燃焼ですよね、ここで終わりなんですかみたいになっちゃうわけですね、そのために2冊に分けてたんですね、そうだったんだ、はい、そうなんです、2冊渡してるはずなんですけども、あ、2冊、そうですね、渡しましたよね、はい、そうです、まだこうできてなかったのかなみたいなので、あ、そう思う、分かれてたのかなって思ってました、違います、できてないとかじゃないんです、そんななんか僕らの仕事が遅いみたいになっちゃった、ね、役者さんたちもこれが終わったら次こっち渡しますみたいな感じ、両方一気に渡、はい、要するにただこっちしか出てない人いるんですよ、はいはいはい、はい、こっちしか出てない人には渡さないって、要するに関係ないでしょこっち、だけどそういう人しか一応台本全部読むじゃん、はいはいはい、ここで終わり続きはみたいになる、あ、読みたいんですけど、そうそうです、ね、続きはウェブで、どこで終わってるんですか、最後はですね、もういいとこですよ、ファムとシンジとか言いながら戦って、うおー吹っ飛ぶ王者あの、ね、すごい、もうすげーいいとこですよ、すごいとこで、ね、龍河となんかそうそう王者が戦ってる吹っ飛ぶ王者で続きになってますね、いやこれは思いますね、すごい、でみたいな、ね、あのね、なりますよね、この続きはね、続きはこっちに、そうですね、はいはいはい、でってなりますね、そうですね、そうですね、ここからいい芝居がね続いていくんですけどね、お姉ちゃんの敵とかこっちですからね、うん、もうね、もうそうですね、こっちの後半に行く、そういうことをやりましたね、ジレンマがすごいですね、そうですね、うん、なんで一冊しか僕には渡してくれないんだろう、出てないからですけどね、その役者さんとかね、うん、しょうがないですね、それは、うん、そうですね、うん、そんなでも厳重に、そうなんです、だから今の方がねネットとかで漏れそうですけど、この時結構厳しかったですね、おい早いな飲みが、チャポチャポじゃないんですよ、ね、今マイク拾ってなかったですよ、いやいやチャポチャポじゃなくて、ね、それもね日本人ですよ飲むのね、僕も日本酒ね、そんなあのいい日本酒好きですけど、湯飲みなのよ、ね、おでかいのよ飲む、大きすぎちゃう、それでおかわりってどんだけ飲むねんみたいな話じゃないですかね、すごい強いんですね、いや最後の方になると分かっってくるとは思うんですけど、はい、別に強いわけじゃないんですよ、ただの酒好きで弱いです別にすぐでもこう出たりはしない、出ます、この後あこの後この後出ます、ね、目がだんだん目がでんだんだんドローンってなってきます、でんでんではないです、目がでんでんではないです、目がでんでんさんだから怖いですよ、でんでんになってきた目がね、うん、めっちゃ怖いですけどね、
だんだんね。そうですね。トクトクトクって書かれちゃったよ。トクトクトクってね。あ、マイク拾ってたでって。拾ってたじゃないですか。めっちゃ関西弁やん。あ、それぜひぜひ。これね。もうバキバキ言っちゃってもう。ね、ごめんなさいね。これあの鈴村さんのお写真なんですけども。いやいや、まあね。赤彼氏この。卒業アルバムみたいな。卒業アルバムではないんですけど。爽やかな笑顔で。小学生の時も。同じ顔だったじゃないんですよ、ね、子供の頃も きっとこういうお顔でね、うん、笑ってたんでしょうね。こういうお顔で笑ってたんでしょうねっておかしいでしょ。あのいやそれは笑いますよ、子供の時もね。それはそうですね、変わらず突っ込みますね。いや突っ込みますよ、それは突っ込みますよ。あのそうですよ、もちろんですよ。もちろんね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。もう酔っ払ってきたのかと思って、ね、いえいえ違いますよ。あ、お便りいただいてたので、あ、お便りいいですか。じゃあ読んじゃいます。お便りちょっといきますか。せっかくね、いただいたので、はい、きます。はい、じゃあ読みますね。はい、お願いします。片倉さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、鈴村監督、小山さん、夏希ちゃん、元井、加藤レジェンド、こんにちは。こんにちは。こんにちは。まあ、こんばんはですかね。こんばんはですね。はい、実は秋田で嬉しいお知らせが来たのでメールしました。はい、なんと3年ぶりに大館きりたんぽ祭りがドーム開催が決定しました。おー、やりきってくしゃっとしたいです。そこでお三方、元井、グラサンナイトに質問です。元井が多いな。来年もドーム開催が決定したら、歌手レジェンド加藤レジェンドと鈴村監督のグラサンステージきりたんぽスペシャルやってくれませんか。すごい。歌手は何だっけ。え、歌手レジェンドは何だっけ。歌手さんはあれですよね、アキトだけど。違う、なんでキリタンポは歌手君関係ないんだっけ。関西の人じゃなかった。ちょっとわかんないのね。あの歌手さん関西の方ですね。ですね。だから、はい、なっちゃんは秋田の出身だからわかるんですよ、はい、あのキリタンポね。でしかもリュウキもあれですもんね。ちょっと違う、リュウキスガッチですよ。そうですよね、はい。うん、歌手さんあれで出てはったぐらいですよね。どれで出てた。あ、そう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 、あのゲストでね、あの映画で歌手君、はい、なんかあのーね、ポップンカーじゃなくて、なんかね、生ステーカーなんか言ってたあれですね。はいはい、そう、歌手さん なんでわかんないです。なるほど。ドーム、でも今片倉さん多分いるから。あ、そうですね、聞いたら、あ、秋田にご縁が、あ、奥さんが秋田なんですって。あ、歌手君の、うん、あ、そういうことなんだね。あら、なんか俺より全然詳しいじゃない、歌手君のこと、ね、俺なんか20年の付き合いなんだけどね、歌手君とは。そうなのね。へぇー、キリタンポは食べたことありますか。ないです。あります、あります。ありますか。もう結構好きですよ、あのお米のあれですね。あ、はい、あのちくわみたいになってるやつね。そうです、そうです。おいし、あ、どうですか、お好きですか、なっちゃん。あ、そうですね、はい、食べますし、あの、まあ、あの実家に帰ると出ますね、キリタンポ鍋とか。 あ、そうですか。キリタンポ美味しいですよ、めちゃめちゃ。お餅みたいな感じですか。お餅、まあ、もち米なんですけど、ね、あのご飯、ね、ご飯がこう包んなってるみたいな、はい、こう刺してね、焼きますよね。あ、そうです、ですよね。それは見たことあるんですよ。あ、食べたことはない。きりたんぽ鍋食べたことないですか。あ、そうですか、美味しいですよね。ドーム開催決定したそうです。ドームってすごくないですか。どこのドームだろう。でもあなたが分かんなければ誰にも分かりません。秋田にドームもないんですか。大館、大館のドームですかね。大館ドームって何ですか。分かんないですね。全然今ご両親とかは秋田に住んでます。はい、はい、住んでます。帰ったりするんですか。あ、そうですね、帰っとんのかい。ちょこちょこ、帰っとんのかい。いや、大館にドームあるの分かんないですか。大館、あ、これですか。樹海ドーム、怖いな。樹海ドーム怖いな、怖い名前ですね、樹海ドーム。もしかしてあれですかね、あのコロナで開催してなかったんですかね。あ、3年ってことはね。樹海ドーム、なんでまた樹海なんだろう。いや、怖いですね。そういうの好きそうじゃないですか、樹海ドーム。あ、よくお世話になりました、撮影で。え、何や、樹海、樹海は怖いね、お世話になりました。怖いのよ。そうですね、樹海ドームってちょっとあれですね、名前がね、怖いですよね。ちょっと怖いですよね。でもなっちゃんどっちかって怖い役もよくやるからね。大館にある樹海ドームです。大館、はい、うん、にあるんですね、うん、樹海ドームっていうのがね、うん、大館ドームでもないのね、樹海ドームなの ね樹海って名前よくスポンサーの名前がついたりするじゃないですか、味の素スタジアムとか、はい、樹海なのね、うん、樹海ドーム、ここにつくんですかね。え、なんつく、樹海ドームって。ああ、そういうことですね、びっくりした。そういうことですね、はいはい。
いやいや、グラサンステージ、きりたんぽスペシャル、それはあの地方自治体からの依頼があればやりますよ。あのね、あのね、そうですね、あのそうですね、あのそのきりたんぽスペシャルって俺らが勝手に切ってここにつければいいんですか、グラサンみたいに、まあ、頭おかしいですよ、それもうもはやグラサンじゃないですよね、双眼鏡みたいになっちゃいますよね、それね、そうですよね。あ、なんか正式名称ニプロハチ公ドーム、あ、そうなんですね、ニプロハチ公ドーム、うん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 、全然樹海じゃないじゃない、なんかあれな、略して樹海とか名前があるけど、なんかあったんじゃないですか、あ、樹海、知らないけど樹海にあるドームなのかな、場所が樹海っぽい、あ、そういうこと、え、ちょっと今調べてるんですけど、あ、ほんとだ、ニプロハチ公ドームって書いてある、うん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 、なんで樹海ドームって言うんだろう、ニプロハチ公ドーム、ニプロハチ公って何ですか、ニプロって何ですかね、ハチ公はあの犬の中堅ハチ公です、渋谷じゃないですか、秋田犬なので、あれ秋田犬なのか、そうですそうです、秋田犬って言いますね、そのなんかカスタマイズされたみたいなニプロハチ公って何なんですか、なんかニプロって何ですかね、なんかね、メカハチ公みたいな、ほらね、なんかね、ハチ公がメカになって蘇ってみたいな、メカハチ公みたいなさ、なんかね、ニューハチ公みたいな、ニプロハチ公って何なんですかね、まあ、結構広いですよ、あ、そうですか、うん、そんなとこでグラサンないと、うん、いや、地元の通り名だそうですね、あ、ニプロ、なるほど、あ、そうなんですね、あ、そうなんですね、なっちゃんは知ってて秋田生まれだからね、こうだって言えば、あの、そうですね、八甲の出身、うん、生まれ、あ、そうなんですか、はい、だったと思います、あの一応飲み会じゃないんで、あのてあのご情報は流さないみたいな、あのね、あのなんか雰囲気でなんか飲み会ならそれでいいんですけどね、あ、そうですよね、なんかご情報するとね、ね、そうそう、大田ってあれですかね、あの、うん、ハチ公の銅像とかがすごいたくさん、渋谷だと座ってるじゃないですか、うん、はいはいはい、でも立ってたりファミリーでいたり、立つって二足歩行ってことですか、四足歩行のね、あ、そういうことですね、びっくりした、俺もういよいよハチ公立ち上がってるのかと思ったね、なんか。そういうことですね、渋谷だとこう座って待ってるっていうことなんですけど、そうじゃなくて秋田で見るハチ公の銅像はこういろんな、はい、いろんな形、いろんな形、家族いるんですか、家族、ファミリーもいるんです、え、7校とかいいんですか、いやいや、わかんない、いやいや、9校とか、なんかわかんないですけど、そう、でも子犬みたいなののファミリーの石像があるんですよ、あの犬はいっぱいいるんですか、仲間、なの家族が、まあ、秋田犬っていうくくりだと思います、あ、でもありますね、大館に秋田犬の記念館があります、記念館があるんで、記念館あっちゃうぐらいだから、うん、それいますよね、どうぞね、うんうん、そうですね、ただまあこのお便りのやってくれませんかに対してのそうだね、はい、わかりましたとは言えないので、あのすいません、あの何かオファーがあればですね、そうですね、そうですね、うん、あ、でもあの なんだっけ、よし、要望出してみますって、あ、ぜひ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 ね、あの出張版になりますね、そうですね、でなっちゃんにも頑張ってもらってね、そのやっぱ秋田ですからね、はい、そういう意味では頑張ってもらって、うん、じゃあちょっときりたんぽ、きりたんぽ食べ て, 食べて、そうですね、いいじゃないですか、きりたんぽ、いいですね、きりたんぽ作りをぜひね、はい、体験しながら、あ、きりたんぽ作り、そうだ、棒にね、巻きつけるやつね、はい、あ、半殺しにして、そうそう、怖いのよあなたが言うと本当の半殺しになっちゃうから、あのそう、半殺しって言うんですよね、潰すの、はい、半殺しって言うんですよ、程よく、なるほど、ね、なるほど、もち米なのでやりすぎると本当お餅になっちゃうから、あの完全に潰さないでね、あの半殺しって言うんですけど、この人が言うと半殺しって、今俺殺され、半殺しにされるのかと思って、目見ながら言われてね、半殺しにされるのかと思いましたけどね、そうですね、なんかそうね、そちょっと半殺しにして、ね、そうですね、いいですね、あ、ぜひぜひね、あの、ね、やってみてくださ い, い, い、ね、そうですね、行きたいですね、秋田にね、いいですね、うん、じゃあご家族で、ね、一緒に、はい、ね、来てね、あ、そうですね、そうですね、で奥様も、そうですね、うんうん、あの僕でもなっちゃんのお母さんは会ったことあるんですよ、昔、あ、そうですね、会ったことあるんです、はい、元気ですよ、元気ですか、あ、よかった、元気ね似てますよね、でもね、お母さん似てますね、似てますよね、すごくね、はい、美人さんでも母曰く、母が若い頃の方が細かったらしいです、母の方が細めを結構言ってきますね、なんかね別にだってなっちゃんも細いじゃない、別になんでその細いぞ、それでもうちの母も言います、私の時の方が細いって、いや、あの私の方が細いからってめっちゃ言います、今あのそれは老化だよ、もうそんな細くない、いやでも本当に細いんですよ、うん、あ、そうなの、細さ自慢謎でしょ、だからね、細さ自慢、そう、なんですかね、なんか母親って言ってくるんですよね、私の方が若い時は可愛かったわよならまだわかるんですよ、綺麗だったわよ、
細かったわよ。いやいやいやね、細いのみたいなね、なんかね。え、それは自慢なんだろうかみたいなね。ないですよね。まあ女性確かに痩せたがりますからね。いつか言っちゃうのかな自分も。そうだから娘に、ね、娘に言っちゃうかな。私の方がね、え、ママに似てるって言われるんだって言われても、いやでもね、私の方がね、若い時はあなたより細かったよみたいなね。ねえ。いう可能性ありますよ。謎だけど。謎ですね。受け継いじゃうのかな。ただちょっとなっちゃん不思議ちゃんだから、はい、息子に言いそうですか。私ね、息子にね、あなたのね今ぐらいの年の方が私の方が細かったら、うん、別に息子も細くなろうと思ってなかったりしますからね。そらね、そうそう、息子がひょろっとしても困りますね。そうですね、ひょろっとしても困りますよ、ね、男の子は ね、 ね、そうですね、がっちりね、してもらいたいですけどね。そしてぜひもう、はい、じゃあ次行きますか、はい、またもうこれあれなんですけど。何ですか。ロボ石丸さんです。やらせだな、ほぼほぼなんかやらせなんですか。やらせというかもううちのプロデューサーですからね、うん、あの桜です。行きますよ、はい、いつも楽しく拝見してます。じゃあそこにいるんですよ。違うんです。あ、視聴してま す、うん、そこも読めなくなった。ごめんなさいごめんなさい。もうそこにいるんですよ。いるんですよね。視聴も何もいつもね、ありがとうございます。立ち見してますよね、はい、立ち見です。ありがとうございます。加藤さんのツイッターを拝見してたら、うん、わんこそばいっぱいでとても美味しそうでした、うん、監督小山さん含めお腹いっぱいで印象に残っている食事はありますかとのことです、はい、むずいっすね、何気にね。難しい、何気に、ね、なんかみーちゃんありますか、そのうわ食べ過ぎた、これ好きすぎて食べ過ぎて気持ち悪くなって嫌いになったとか、例えばですよ、あ、そういうなんかこうお腹いっぱいもういいみたいな。食べ過ぎて嫌いになったのは、うん、あの今全然食べれるんですけど納豆。あ、納豆好きなんですか。珍しいです、関西人ですよね。関西の方って結構嫌いな方多いですよね、納豆ね。納豆を昔ちっちゃい時にめちゃくちゃ食べ過ぎて、うんうん、一時期めっちゃ嫌いでした。あ、好きで食べ過ぎちゃってってことですね。嫌いになって、はい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 、大人になって、うん、そのなんかやっぱダイエットとか気にする年頃になった時に納豆っていいのかなみたいな感じでまた食べ始めてみたいな感じでしたけど。あ、そうなんですね、うん、でも嫌いになったのは納豆ぐらいで。いや、そんなこと聞いてないんですよ、うん、お腹いっぱいになったことってだからな、あの、そう、全然大食いチャレンジとかしたことありますか。あ、でも私大食いなんです、そういえば。そうなんです、あの酒飲まないと大食いなんです。私普通にご飯3合とか食べれるんですよ。3合そう、結構ね普通にだからあの飲むじゃないですか、あの胃がバグり出すと、うん、帰りにラーメン食べたことが言われるわけですよ。ラーメン食べるじゃないですか、例えば、うん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 、こいつラーメンと丼とか食ってるんですよ。すごい、そう、ちょっとぜひわんこそば行きましょう。いや、わんこそば、ね、本当に、え、なっちゃんはなんでわんこそば好きなの。あ、いや、あの歌舞伎町に、うん、あるんですよ、わんこそばがね、はい、くるくる回るっていうあの回転寿司のわんこそば版で、くるくる回るってどういうことですか。このテーブルのとこを回ってるんですよ、わんこそばが。あの回転寿司、回転寿司みたいな感じ で、うんうんうん、でそれで自分で取って制限時間内に何杯食べれるかってい う、 うん、でも別に蓋しないと入れられちゃうってわけじゃないんですよね、自分で。あ、もう自分でもうストップかければ止めれるし、うん、そうなんで、スタンドなんですよ、立ったまま食べるんですよ。あ、立ちは食べやすいですね。あ、そうなの、はい、あ、胃にこうやって入れてみたいな、落ちていくんで。そうなんですか。なんで大食いみたいな。それはもうあのもうそれをプロ、なりわいとしてる人ですよね、よね、あの言い落としていくのは。いや、立ちは食べやすいですね、じゃないんですよ。そうなんですよ。ぜひぜひ行ってみましょう。行ってみましょう。のっちゃんどのぐらい食べるんですか。私はこの時は50杯食べれます。あ、でも50杯って結構じゃないですか、ね、量的には。そうですね、結構ね、ありますよね、はい、女性ってわんこそばどれぐらい食べたらすごいってなるんですか。一応100杯で得点もらえますっていう感じで、でも私のあの隣の席で食べてた女性の方100杯行ってなかったです。あ、そのじゃあちょっと縁もゆかりもない人です。その人のは見てよくご覧になってて、あ、そうですね、あ、それぐらいやっぱ普通でもやっぱ100はいけないんだな。まだ私が一緒にいた友人は、うん、あの大食いをやってる子なので、うん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 、女の子がその大食い食べる、はい、370杯食べて、もうそれはもうバケモノじゃない、バケモノじゃない。でもなんか普通にランチ行こうでここ行ってみようって軽いノリで行ったんですよ。いや、ランチ行こうね。でお店の最高記録が375杯で、いや、もうちょいじゃない、すごっ。あれ待って、ちょっと頑張れば超えたね、うん、でも時間がまあなかったねみたいな喋、うん、りながら食べてたんですけど。ああ、だから本当にそれだけに集中したらいけてましたよね、きっとね、その友達はね。そうなんですよ。でも普通にだって
いやいや待ってください、ランチ行こう、はい、普通に、はい、ランチ行こうで行ってみて食べてたんですか、はい、行かれてますね、だからねランチにワンコそば行く気にもなれないし、なんか覚悟していかんじゃないですか、ワンコそば行くのよし、今日は明日ワンコそばが朝飯抜いて行くかみたいな、朝飯食べたんですか、はい食べました、食べてんのかい、だからなんかワンコそばなら抜いてね、いっぱい食べようみたいなあるじゃないですか、朝抜いてお腹すかして、うん、ほんと気軽な気持ちで行けるのでおすすめです、行けるのでおすすめです、まあそうですね、はい、皆さんもぜひ歌舞伎町のぜひぜひあんこそば行って、もしかしたらなっちゃんがいるかもしれないですけど、ぜひ行きましょう、グラサンかけて、グラサンかけてね、グラサンかけて、ね、え別にそれこれカメラ回さないでグラサンかけたら頭おかしいですよね、あのカメラも回しましょう、回してね、回して、あのお店もあの動画は OK みたいな感じでおっしゃってたので、そうなの、はい、もうなんかロケ交渉してんじゃない、動画は OK っていうあの話、ね、らしいのでじゃないんですよね、はい、あそうなんですね、え、ちなみにすごい食べた、うん、すごい食べたっていうのはだから昔ですけど、なんかステーキ食べ放題みたいなのがあって、でもそれでもステーキこのぐらいのでご飯もついてくるんですよ、だから、ね、だからその5枚とかでしたかね、すごいですね、でもそれでもご飯も食べなきゃダメなんですよ、だからステーキ5枚なら持ってステーキだけなら持っていけるんですけど、ご飯となんかスープ、うん、もう必ずワンセットでついてくるから、で5枚が限界でしたかね、でももたれそう、もたれます、でもなんかスーモさん結構脂っ気多いもの食べますよね、えいつもそうですか、なんかこう飲みに行ったりとかしても、はいはい、なんか天ぷらとか唐揚げとか揚げ物結構好きじゃないですか、そういうの男の子が好きなんですよ、あの男の子、まあ、男の子って言うか唐揚げとか、うん、わんぱくなものが好きなんです、いや分かりますよ、違うんですよ、単純に言うと、単純に言うとビールとかに合うんですよ、脂っこいもんってね、あのだからそう、うんうん、分かります、なるほど、そうだからちょっと分かんない、なんで脂っこいもの、まあ、それ女子はすぐダイエットだ細くあれみたいなね、あれですけど、うん、もういいんです、もう関係ないんです、血糖値さえ上がんなければいいんです、もう変な話ガンマチとねそれだけ気にしてりゃ大丈夫なんですよ、別に痛風なんだけいいんですよあの、ね、だから普段から結構食べますもんね、多分、あそうなんですね、食べますかね、なんか飲んでる時そんなに食べないですよ、いや食べてます、あ食べてます、食べてます、そうかな、じゃ好きな食べ物は何ですか、一番好きなもの、難しいんです、一番もう人生最後これ食べるみたいな、あそれいいですね、難しいですね、人生最後ですか、地球が明日滅びますってなった時一番最後の晩餐何がいいかな、オムライス、でも卵が好きなんですよ、オムライス、あ天津飯でもいいです、最悪、あ最悪っていうか、まあ、最悪僕ね、そうなんです、オムライスの方が絶対作りやすいなんかそうですね、そうですね、あのでもね、この間ちょっとその話でオムライスが好きだって僕話したんですけど、僕でもオムライスでもあれはダメなんです、ダメなんですっていうか食べれますけど、はい、デミグラスソースかかってるとか、 あのホワイトソースとかかかってたりとかして、あれなっちゃん覚えてます、サセルのあのねすぐ脇に昔ペルシっていう、あの洋食屋さんあったじゃん、もうなくなっちゃったんだけど、あそこのオムライスっていうのが、まあ中はもちろんチキンライスケチャップライスなんだけど、うんうんうん、ホワイトソースなのよ、ああ嫌で嫌でもうまあ、なんか通ってるから、うん、もう店長に言ってケチャップにしてくれ、でもケチャップ頼んだんですね、でちょで僕はそうケチャップのオムライスいつも、うんうんうん、でいつも行くとあの いつものねオムライスの僕のオムライスでみたいなこと言って作ってもらうんだけど、それを見ておうまそうだなって人がすいませんオムライスでって言って全然違うの来るんじゃない、それホワイトソースの、うんうんうん、あれあれが良かったんだけどみたいになって正式にあのメニューに入ることになる、すごい、オムライスがちゃんと味が選べるようになったんですよ、ホワイトソースとケチャップみたいなね選べるようになった、僕の手柄ですから、撮影所のみんなが喜んでるのは僕の手柄、もう潰れちゃいましたけどね、手柄にしちゃったよ、すごい、そうなんです、あのお父さんが具合悪くなっちゃったんで店閉めたんですけど、そうなんです、で僕はねケチャップのオムライスが好きなんですよ、まあもちろん食べれますよ、ホワイトソースでもデミグラスでも食べれるんですけど、まあね、ケチャップの濃いケチャップの、うん、あれが好きなんです、ケチャップの、ダメですか、あ私は嫌ですみたいな顔してない、あいや、まあうん、オムライスがそんな上位に来ないですあま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 あ、あんま卵好きじゃないですか、え好きですよ、好きですけど、いやもちろん例えば高いもうなぎも好きだし例えばウニとかも大好きだし、
ね、別にしゃぶしゃぶとか好きだし、いい好きですよ。でもなんか最後、あ、もししそれ夏木さんどうなんですか。なっちゃうの。私なんだろう、一番最後、一番最後、もうこれ死にますよ最後の。もうこれで食事としてはもうこれがもう最後に食べるもんだから、もうこの後食べれません、死んじゃいます。カルビかな、カルビ、カルビ、カルビをすごい食べて、うわー、もたれてつらいっていう、死んだ方が楽の方がいいかもしれない。え、苦しみ最後ね。最後まで最後食べて喜びとか美味しいじゃなくて、苦しみを味わいたいわけ。なんかうわ、もう胃がなんかやられちゃった。やられた、もう胃がもたれてる。これは死んだ方が楽だっていう状況の方がいいかもしれない、うんうん、やっぱちょっとイカれてんだよね。あれですね、イカれてんだよね、でも普段はハラミです頼むの。いや、そんなことそんなことは聞いてないです。あの最後カルビで、普段はハラミを食べる、ハラミヘルシーなんですよじゃないんですよね。もたれないんですよじゃないんです。みーちゃん何なんですか、もし。私ね、決まってる。決まってる。お茶漬け。お茶漬け。いや、もうそれ飲んべえのセリフなんです。最後締めにさらさらっとみたいなことでしょ。そう、絶対お茶漬け食べたいですね。なんかもうその自分で作るとかいうより、うんうんうん、ちゃんとしたお茶漬け食べる。それ店が作って、うん、ちょっと割と有名なね、ちゃんとしたね、なんかちょっとね、炙った明太子とか乗ってるようなだしでみたいな、それでいいです私。それでいいですって結構でも炙った明太子とちゃんとした出汁ってもはやちゃんとした料理じゃない。いいじゃないですか、オムライスだってちゃんとした料理。いやいや、オムライスはだって誰だって作れますよ別に。まあね、変な黒いおじさんとかも作るじゃない、大名犬の、え、なんか夏木さんは蕎麦以外に大食いみたいなしたことあるんですか。どうだろう、でもその友人がまあ大食いなので、基本的にランチをするときはそういう、まあ、バイキングとかたくさん食べれるところに行くことが多いです。ねえ、なっちゃん、はい、その人しか友達いないのね。その友人がなんか、その人しかランチ一緒に食べて行ってないじゃない。でもこの間なんかアジフライ食べてなかった。あ、一人で行きました。一人で行ったよ。俺もね、アジフライ好きなの誘ってよ、行きますよ。行きましょうよ、行きましょう、全然行きます。タメ池さんのです、タメ池さんの。タメ池さんのいいじゃないですか、一人なの。一人です、基本的に一人行動が多いです。子供どうしてんのよ。あ、まあ、子供はお父さん預けてるので、うんうん、園で、仕事の合間にご飯食べに行くとかは。あ、そうなんですね、はい、行きましょうよ。全然なんか一人は寂しいじゃない、一人かも大食いかじゃん。なんか一緒にね、一人か大食いの人と行くしかないみたいなね。一人か大食いかって。でも本当こういう関係はまあそうですね。いや、そんなセキララに言わなくて寂しくなりますから、寂しくなるから、寂しくなりますからね。はい、ねえ、いや、そうなんだね。そうなん、結構なんかでもあれなんですよ、なっちゃんとはまあそれこそ昔の、まあ、事務所は変わってないんだけど、マネージャーさんとか行った時に、はい、中学生だけどなんか六本木で飲みに行ったりとかしたよね、西麻布とか。ご飯食べになったけど、ご飯、まあ、まあもちろんのなっちゃん、うんうん、なっちゃん飲んでないんだけど、なんかそういう飲み屋っていうか、うん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 、割とこう大人っぽい店に行くことが多かったですよね。そのもちろんマネージャーさんとかみんな一緒に、はい、うちの助監督たちとかみんなでね、行ったりしましたけどね。うん、よく覚えてますね。覚えてますよ。いやいや、それは覚えてますよ。このゲストに来られる方のこう思い出とか結構覚えてる。覚えてますよ、覚えてます。すごいですね。基本的に僕、うん、このゲストって誰でもいいわけじゃなくて、はい、僕一緒に仕事した人しか言わないんです。うん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 、なんでそのやっぱり当時の昔の思い出話したりとかそういうことをしたいので、ちょっと懐かしいねじゃないけどって、なんかその、うんうんうん、覚えてないからね、成立しないですもんね。まあそうですよね。一緒に仕事してましたっけみたいな、ね、なんかね、なっちゃうとあれなんで、そうそう。なんで基本的にはそうなんです。だから、いや誰でもいいわけじゃなくて、いやでもすごいよ、記憶力がすごい。記憶力あるんですよ、僕めちゃめちゃ。そうなんです。へえ、うん。いや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 。そうなんです、実はね。そうだからねえ、なんかで俺だからさっき思い出したんだけど。龍騎が最後かと思ったんだけど、その翌年にバトルロワイヤルをやってて、うん、2をね、はい、で撮影所内でばったり会った、おえ、うん、撮影所内だったか、隣とかでやってたんですか。そうかな、応援、はい、の撮影所の中でね、やってたんで。なんか体力テストっていうオーディションがあって、うんうん、この
東映の撮影所内をずっと走ったりするんだよね。走るんだよね。すごい。それワンの時からやってんの。ワンの時から言ってんだけど、ワンの時なんか学生服着た人たちがずっと走ってるから何だろうと思ったら首輪してんのみんな。何だろうと、あとからガチのあの衣装でやるんですか。首輪してなんでみんな走ってんだろうと思って、あと映画見たら爆弾だったのかねみたいな、怖っみたいな。でも これが爆弾だよって言われたらめっちゃ足速くなりそうですよね。この時間に戻ってこないとみたいな。その速度が落ちたら爆破しますよみたいなね、うん、例えばね。なんか本当にこう出演者を精神的にこうとことん追い込まないと、うんね、やっぱこの生き死にの、うん、こう作品だったので、うんうんうん、本当に自分が死ぬって思った時にね、生き残るっていうのをこうがむしゃらに生きなきゃいけないっていうのがなかなか、まあ、若い子たちは表現ができないからっていうので、そうね、だから追い詰められてます。深作さんなんかもそのメイキングなんかでもあれだったけども、うん、あの例えばみんながバーンってやってうわーって驚くシーンがあったりするじゃない、うんうんうん、例えばに銃とかドーンとかでうわーって驚くのが全然ダメで、深作さんいきなり椅子持ってガーン投げて、みんなうわーってなるよ、それだよって言ってたから、そうそうそういう、ね、そう監督ご乱心かと思うじゃん椅子持ってガーン投げるから、うわーってそれをやれ最初からみんな、すごい杖とかバンって投げて投げたよね、するよね。でもなんかバトルロワイヤル私も好きで同時に見させてもらってるんですけど、はい、あのすごいですよね、あのすっごいこう見てる方は、うんうん、うわこの女めっちゃイライラしてるから早く死んでくんないかなとか思ってで見ちゃうんですけど、でも自分が実際その場にいたら絶対こうなるんだろうなみたいな、そうそう、テンパってね、うん、死んでほしかった、死んでほしかったですか、いい、そういう役ではないじゃないですか、そうね、なんか、廃工場かなんか借りて、うんうん、そこでアクションの人たちとオーディション受ける、うん、まあ、学生役含めの、うんうんうん、と、まあ銃撃戦、うん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 、撃つ撃ち合いの練習という名のオーディションをしてたんですけど、うんうん、私はなんかあの協調性があんまりないのであのそうそう人とあんまりこう喋れないから、うんうんうん、みんな話し合って相談してるんですよ、うん、俺がおとりになるから、うんうんうん、その立った瞬間みんな撃つんだみたいな、うんうんうん、に参加できてなくてずっと一人で隠れてたんですよ。おおおおおおでバーって打ち合いになって、うん、はい帰れみたいな感じでなんかこう撃たれた人はもう出てってみたいな感じになってる中で、うんうんうん、静かに突然なって、うん、あれどうしよう音がしない、うん、みんな帰っちゃったとか思って、うん、ふって横見たら、うん、あのスナイパー大人の人が2人残ってて、うんうんうん、これ撃てんじゃんと思ってバンバンって撃ったら誰が撃ったってすごい深作監督に怒られて、うんうん、え私ですって思ったらもうみんなやられていなくて、うん、私一人だけで、すごいじゃん、すごい、なんで怒られたの、ぼっち勝利みたいな、いいよね、なんか誰が、うん、誰が撃ったか分かんないけどずっと、うん、まあ、隠密状態で、もそれも一つの手ですよね、だってやり方としては、うん、それでなんか遠くから撃つスナイパー役になったんですよ、うん、あだからか、なるほど、ただのビビリだっただけなので、いや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 、でもサバゲーみたいなもんですよね、そうね、そうだよね、でもそうもうすごい喋ってんのに私ほら人と喋れなくて今は何の時間と思ったよねすげえ喋んじゃんと思いながら聞いてましたけどね、あのそうそうそうなんで、ね、人と喋れないんで、じゃ誰と喋ってるの今みたいな話ですからね、そうですね、おかしいな、そうなんです、ね、人と喋れない印象俺全くなかったけど、そのなんだろう、なっちゃんが、はい、ロビーナちゃんやってる時も、うん、あの龍騎のファームやってる時も、うんうんうん、その印象全くなかったけどね、そうですか、うん、でもすごく話しやすい、私が、はい、あ方でしたよ死んだみたいに言わないで、いるのよ、ね、あの方でしたよじゃないの、いるんですよまだね、今もね、ツッコミが早いからすぐ突っ込んでくるから、いやそうですね、いやそれもうそこが命ですからツッコミがね、あのそうですね、全部拾うから多分話がつながるんですよね、きっとそうね、まあ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 ね、もうもちろんね、うん、そうですね、そうなんかそのバトルライブもそうだけど、今までなっちゃんが役者でも、まあ、バラエティでもいいんだけど、はい、これめっちゃ大変だったみたいなってある、うん、やってて、うん、あの、うん、ステイシーっていう大月健二さん原作の映画をやらせていただいた時に、うんうん、
ゾンビの役だったんです。はいはい、ゾンビね。はい、大体人じゃないのやるね。大体人は落ちるんですよ、オーディションで。なるほどね。人じゃないのが浮かぶんですけど、でもまあ、おみとしのりさんの、うん、まあ、とちょっと恋仲になるんですが、うんうん、ゾンビになってしまうっていう。おみさんと恋仲なんだ。そうなんです。ちょっとおじさんじゃない、おみさんね。はい、ね、めっちゃ不安になりました。おみさんって結構上だよな。あ、そうですね。ね、はい、私より上じゃない、だっておみさん。上ですね。ね、はい。遠行っぽいね。そういう、まあ、とこ純愛を描いてるんですけど、まあ、ゾンビになってしまうっていうので、うん、ゾンビになったシーンを公園で日曜日撮ったんですよ、うん、はい、子供が多くて日曜はね、こっちゾンビメイクでやーっていう状態で撮るんですけど、子供たちが普通に楽しそうに遊んでたのが突然泣き始めちゃって、そりゃそうですよ、やだーみたいな、怖いぜめちゃみたいな感じで、うわーって子供たちに逃げられたのがすごいショックだったのと、いやそれだってゾンビ芝居してる小林さん逃げますよ。泣き声で全然撮影ができなくて、ゾンビのなんか待機、ゾンビ待機ね、ゾンビのメイクで待機してる。でもなっちゃそれほら役者としては、はい、こう子供たちが怖がってくれてよかった、これってやってるのはみたいになるより、なんかなんだみたいな、人間だろどうせみたいに言うより、って方が慣れてんな、ゾンビに、ね、自分がなりきれてるな、ゾンビに、ね、全然嬉しくなかったです。嬉しくない、あ、そうそうか、なんか来てます、子供を泣かすほどの熱演。そうそう、熱演ね、そうそう、そういうことですよ。普通に現立ち位置に立って、うん、あのこうやるのかなみたいなのを自分の中で練習してただけなんですよ。うんうん、あ、そうかそうかそうか、たまたま見ちゃった、それを子供が見ちゃった、見ちゃって怖っみたいになった時に、イエーみたいになるわけ。はい、そうなん。もしあれだったら機会があったら家でやってみてくださいよ。ゾンビですか。ゾンビ、そしたら子供たちが泣くかママ何やってんのかか、ね、どっちだろう、どっちなのかなっていう、ね、例えば一回ママがなんかうっってなって、もうメイクもしなくていいですからね、まあ、うっってなって、あれママどうしたのってみたいになって子供が泣き出すかもうそういうのいいからってなるか、多分下の、うん、あの女、男男なんですけど、うんうん、下のボーイズたちは多分泣くし、うん、怖がると思うんですよ、うん、なるほど。お姉ちゃんいくつですか。お姉ちゃん 6歳なので、あ、いやだ、まだ6歳怖いと思いますよ。そうかな、なっちゃんの笑ってない真顔怖いもん結構笑ってるからあの大丈夫だけど、大丈夫だけどつるんだけど、なっちゃんが真顔になってうわってきたら俺もさすがにみたいになるかもしんないですよ、もしかしたらね。俺もなりますね。俺もなるかもしれない。いやいや、それ芝居なのか本当にゾンビほら、なんか今のゾンビっていうこと自体がいや、いないんだけど、あんまり日本にないですね。日本は仮想ですからね、ないんですけど、あのなんかあの美人さんって怖いのよ、真顔になると。あの、例えば僕が乃木坂のドラマやった時、白石麻衣ちゃんっていうの一緒にやったんだけど、はいはいはい、あの子とかがはっって驚いた顔するとなんかホラー映画のワンシーンみたいな、なんか、ね、そういう美人さんのね、あの彫りの深い美人さんとかがこう驚いたりすると、うん、それだけでもホラー映画のワンシーンに見えるぐらいに、ね、あのなるんですよね。だから結構なっちゃんとかが真顔でこうみたいなやったらな、俺もなる可能性はありますよ、可能性はピュアですねいやいや、ピュアではないんですけど、ピュアピュアですね。いやいや、ピュアピュアじゃない、2個つけないでください、ね、お願いします。そう、プリキュアみたいな、プリキュアみたいな、そうですね、そうかそうか、それが一番なんとなく自分の中では大変でした、なんとなくそのショックだったり子供に怖がられるとかね。で、暑い中、まあ、待ってて公園で、うん、こう周りが静かになるの待ちますって、うん、もう汗かいてゾンビメイクが取れてくるんですよ、うん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 、もうそれもなんか早く終わんないかなって唯一思った日かな、あの日は、あの日は日曜日っていうのがダメですね、そのチーフ助監督かスケジューラーか何てらかくなるか知らないですけどね、予定はね、そうなんです、そうですか、それは辛くて、いや逆に、うん、これめっちゃ楽しかったなみたいなのってあります？そのこうもう一回やりたいな、こういうことは。あ、でもそのさっきあの、うん、見てくださったって、うん、サーフの方がおっしゃってたんで、はいはい、ギララは、あ、面白かったです、川崎美濃監督の、はい、そうです、楽しかったですか。楽しかったですね。どの辺がこう楽しかったですか。踊り狂うところですか、ね、どの辺が、あ、でも全体的に、うん、あのよくよく考えたら確かに特撮でギャグ性の高い作品なんだろうなって思うんですけど、現場で撮影中はすごい普通に真面目に撮ってたんですよ、うん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 、まあ、いわゆる
ゴジラみたいな感じで、その、こう、怪獣映画として、ね、実際現実にこういうものが現れたからこうやって戦うんだ、うん、村の踊りでこうやって戦うんだみたいなのをすっごい真面目にやってたのに、うん、仕上がったらめちゃめちゃギャグになってて、うん、そうですね、まあ川崎さんの映画は大体ギャグですからね。騙されたってすごい思いました。あ、だ、騙された感ね。私はでも楽しかったんですよね。なるほど。いやでもそうか、見て見て違う、うん、でも龍騎は逆にほらなんか見たらこんな作映画ね、龍騎、はい、の映画エピソードファイナルは、うんうんうん、なんかなっちゃん的には、まあ、自分の役でいっぱいいっぱいだったというかね、その役にあれしてたけど、うんうんうん、出来上がったらわみたいなね、そうですね、うん、みたいなところがあったってことですよね。なんかこうなんだろう、撮影中ってこう、うん、まあ、役に入り、うん、込まないといけないから、そう、ね、うん、結構視野が狭くなるんですよね。あ、逆にね、あの、うんうんうん、その役になるからね。そうなんです、作品を客観的に見れなかったり、うんうん、こういう映画が公開されたらこうなるみたいな状況って全然見えてなくて、だから龍騎はそれはすごい、私すごい役を未だにやっぱ思いますね、うんうん、あの海外の方とかからすごいメッセージとかもあるんですけど、龍騎を見ましたっていう方が多くて、そうなんです。 YouTube やっててもあのタイの方が何人か、タイね、タイもね、そうそうそう、結構特撮とかそう好き、そうなんです、ね、人気あるんですよね。視聴者数で日本タイってなってて、タイみたいな、あ、なると龍騎を見てくださってて、そうだよね、そうなんですよね。そっかそっかそっか、そう、どうでした、今度ロビーナちゃんとは違って、うん、ほらファームに声当てるとちょっと違うじゃないですか、やっぱアクションの、はっ、そうですね、そんな感じの時はどうなんかやってて難しかったですか、アフレコ、アフレコ芝居の部分はほらもう現場音じゃないですか、現場のシンクロでやって、なんかキャラクターに声を当てるっていうか、ロビーナちゃんって、ね、結局自分だったじゃない、自分の口パクに合わせてたけど人他人じゃないですか。あれですよ、あのファムの戦ってる声、うん、何回も取り直ししたんですよ、うん、あ、そうだ、どうやってもやられてる声にしかならない、ああ攻撃してる声にハーンじゃなくてうわーみたいな、やられてるみたいな、みたいな、苦しそう、もっとこう攻撃してる感じの声っていうので、うんうん、それは苦戦したなっていうのはありますね、うん、そう、ファムってね最初はね、うん、設定の時はね、あの、まあ、これ懐かしいテレビマガジンっていうのがありますけども、うん、はい、これがファムですね、まあ、まあさっきも見せましたけども、うんうんうん、これですね、なんか白い、ファム白い、これね最初男だったんですよ設定、白鳥、あの白、あのね、ナイトっていうでしょ、松田聡がやってる、はい、あれの白いバージョンだった、だったんですけど、うんうん、まあどうせなら女性にした方がなんか白鳥だし、でこの白鳥っていうのはあのミラーモンスターとしては白鳥でやるっていうのは決まってたんですけど、その白鳥のライダーとしてね、ただ男性ナイトの色違いみたいな感じだったんです、もうちょっと、でもそれはそれでかっこいいし見たかったですね。いや女性でよかったと思います、そうですね、初の女性ライダーでよかったと思います。はい、だって20周年ですよ、なっちゃん、ね、あれから20年ですよ。夏木さん、ジェットコースター苦手なんですか？ジェットコースター苦手なの？ジェットコースター苦手だけど楽しそうにする演技しなきゃ。あ、そうです、そうです、あれ乗ったよね、乗りました、あの横浜のね、はい、急流滑りみたいなやつ、急流滑り、急流滑り、あ、急流滑り、ちょっとあの水の中にもね行く、はい、うん、急流滑りとは違うんですよ、あのジェットコースター、あれ急流滑りって言わないの？急流滑りって水でバシャーっていくやつでしょ、うん、じゃなくて違うんですよ、あの水がね、あ、出てるだけなんだよね、あ、出てるだけなんだ、あのこうシャーってなってるだけで、その穴にね突っ込んでいくだけなんですよ。なるほどな、あのスプラッシュマウンテンみたいなことではないんです。あ、違うんですね、そうなんです、私スプラッシュマウンテンのスプラッシュマウンテンを急流滑りって言って初めて聞きましたけどすごい和なね感じのね、急流滑りが ね、 ね、そう、あまり聞いたことないですけどだけど、そう、ジェットコースター苦手なんだ。乗りましたよね撮影、その前に、うん、西武園遊園地のイメージガールをやらせていただいたことがありまして、うん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 、ポスター撮影がジェットコースターに乗ってわーっていう写真が何回も乗るんですよ。あ、その写真撮ってね、もう最初は怖い怖いっていう状態だったんですけど、うん、ちゃんと目を開けて楽しそうにっていう
のがもう本当に大変 で気持ち悪くなっちゃうし、そう何回も乗らせられないよね、気持ち悪くなるね、でも OK が出るまでっていうので、それで待って、ちょっとジェットコースターは若干苦手であって、だけどまあ龍騎の時もあの、まあ、楽しそうにこう、うん、ガンガン引っ張っていくタイプ、そうね、そうそう、あのほらね、美穂は、はい、なので大変でした。そう、強い、信じ乗るよっていうタイプでしたかね。あ、すいません。そう、だからなんか、そうそうそう、本当なのね、嫌だって言うとこっちの方なんだけどね。逆なのに、ね、行くよっていう感じよね。そうそうそう、大丈夫ですかみたいなの言われて、立場が逆だねみたいな、うんうん、そうだね、でしたよ。そうだね、あそこ、うん、じゃあ全然その何、学生時代とか、うんうん、まあもう学生時代か、そうか、高校生だから、あの、なんか全然友達とかとそういう、こう、行かないです、遊びに行ったりとかも、うん、なくないです。あ、そう、はい、あんま好き、遊園地とか好きじゃない感じ、あんま、時間がなかったですね、あ、当時はね、学校か仕事かみたいな感じなので、なるほど、そうか、そうか、そうなんです。例えば、あの、お子さんたちが今ね、まあ、6歳とかがだんだん、まあ、遊園地とか好きになって、うん、例えば家で行きたいってなるじゃないですか、うんうんうん、ママ一緒に乗ろうよ、行ってらっしゃい、え、なるほど、一緒に乗らないですか、あ、そう、パパと行ってらっしゃい、あ、そう、そういう感じですか、乗らないですか、パレードの場所取りしてくれる、場所取り待ってるねみたいなね、ディズニーって決まっちゃってるんじゃないですか、USJ かもしれない、USJ かもしれない、あ、そうか、USJ かもしれない、ね、なんか、そうなんですよね、そうですね、そうか、そうか、そうか、なるほどね、でもあのディズニーランドとか結構家族で毎年ずっと行ってました、うん、あと、うん、子供ができる前、うん、私の父母と兄と、あ、結構高齢でディズニーランドに飽きたから、やっぱり乗らないですか、そのスペースマウンテン的なものは、乗らないで、あ、乗せられてたんですけど、うんうん、すごい苦手で、なんかあの、あれ何でしたっけ、スプラッシュマウンテンかな、写真撮るやつ、スプラッシュマウンテン、スプラッシュマウンテンですね、だいたい怖くてこうなってるので映ってないんですよ、あ、あ、それやったでしょ、さんざん西武園で、ほら、そう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 、ね、そうダメでどうしてもいいじゃねえ、すごい、あれ怖いですよね、だってスプラッシュマウンテンそんな怖いっけ、一瞬ふわって浮くのが、あ、あ、でもありますけどね、なんか内臓が、あの、あれ、なんだっけ、タワーオブテラー、タワーオブテラーみたいな、それでも C だから、あれは C だ。え、C を行くって？ C も、はい。でも、乗らないです。乗らないですか、タワーオブテラー。あの、機関車のやつなんだっけ、速いやつ。あったよね、なんか、速い機関車、ね。スペースマウンテンじゃないです。違う、なんだろう、機関車。機関車のね、スペースマウンテンは機関車と言わないそうなんだっけ、それランドですよね。ランドの、あれじゃないよ、あの変な、のんびり行く鉄道じゃないよ、じゃなくて、なんか、うん、俺もそれで騙されて機関車だっつって、のんびり行くのは僕も苦手なんです、実は。ああ、苦手なんですね。散々言っといて、はい、散々言っといて。じゃ、それこそ、こないだ、あの、なんだっけ、あの、なんでしたっけ、戦隊のショーを見に行った時に、うんうんうん、あそこどこでしたっけ、ジロッソっていうか、あの、後楽園ですね、後楽園のあれの、はいはい、見に行かせていただいた時に、うん、もう目の前にジェットコースター撮ってるじゃないですか、ずっと、違う、ね、乗りたい乗りたい乗りたいって、どうぞ、どうぞ、ね、どうぞっていう話、いいじゃん、行こうよって言ってるのに、絶対無理って、いや、俺は無理ですよ、嫌ですよ、嫌ですよ、嫌です、いや、怖いですよね、そう、でもね、ほら、撮影でね、ジェットコースター乗ってるシーンとかあるじゃないですか、僕は絶対乗らないんですけど、うんうんうん、あの、ある時に来た、ビッグサンダーマウンテン、あ、ビッグサンダーマウンテン、そう、機械じゃない、そうそうそう、ありがとうございます、俺ね、八景島かなんかで、はい、ジェットコースター乗って、その、こう乗ってる顔も撮りたいから、猪熊さんにね、あの、キャメラを、こう、逆に乗って、さっと、こう、構えてもらってって言って、で、乗せて、ちょうど出してる時に、妻ちゃん、これで死んだらもうどうしてくれんのなんて言いながら、猪熊さん言ってんだけど、大丈夫です、猪熊さん、なんつって、やってもらったのね。で、年齢制限ってあるじゃん、はい、もう乗せちゃった後なんだけど、あれ、猪熊さん、年齢制限的に乗れねえわ、あの、その時に、そう、まあだ、見なかったことにしようと思って、やったことはあります。どうでした、猪熊さん、あ、全然大丈夫だよ、何回でも行けるよ、なんて言われて。大丈夫です。ありがとうございました。でもそれ考えるとカメラマンさんって本当にすごいですよね。そう、逆向いてんだもん。逆向いて役者の顔を撮ってこれ。しかもめっちゃ重いの。そうですよ。今ね、軽いのもありますけど、当時はそうそう重いの持ってね。いや、怖いですよね。GoPro とかね、ないから。そう、ない、ない、その頃ないから。なんかこの辺につけられないですもんね。そうそう、くっつけられないから。うわー。いや、すごい。どうですか、でも人生、
一生に一度バンジージャンプをしてみるとか、うん、すげえ回してくるんですあのねでバンジージャンプですか、はい、絶対ですやりませんかやりますもし一生に一度一生に一度経験はしてみたいですねだったら僕あっちの方がいいです、うん、何でしたっけあのスカイダイビング飛行機から飛び降りるやつあスカイダイビングスカイダイビングそうなるほど あっちの方が楽しい時間が長い気がする、うん、でも知らない人後ろに乗ってるんですよねいやまあまあまあ確かにいやいやまあだからそれはあのエキスパートですよ知らない人ですけどあのエキスパートが乗ってますよ逆になって知ってる人が乗ったらそいつ役に立ちませんよ一緒にね知ってるやつと二人でくっついただってそいつなんかどのタイミングでパラシュート開こうみたいな怖いじゃないですかだって、ね、知ってるやっぱエキスパートがいて大丈夫ですよ言いながらパッと引っ掛けてまあでもバンジーだと一人で楽しめちゃうみたいな、まあ、そう自分との戦いみたいな、うん、俺よくテレビとかでやってるじゃないですかバンジーこうビャーッってさ、はい、うわーっ ってカメラとかでも、うん、あの人どうやって引き上げんのそこいつも見せてくんないんそこ見ないそこ見せてくんだってビャーン最終的にブレーンってなるわけじゃん、はい、そこからウィンウィンって上げてくのそこが嫌だあのだから確かにそれどうなってるんですかねだからいつもさテレビ見るとこバヨヨヨンは見せてくんじゃん、うんうんうん、回収するときどうしてんのよそこが嫌なのよ俺は回収回収がずこれ、ね、でもあれかもね今見てくださってる方の中に回収の仕方分かってる方いらっしゃったらバンジーねやったことあるよという方とか、うん、まあそうですねだからでもね本当にあげられるってわけじゃないですよね絶対でも下に下ろしもしないでしょえだって下川だったりするんじゃんあそうですねでビチャッてつけられちゃうそうそうじゃあのそのまま下ろしたらね船なんか来ないよバンジージャンプその後みたいな検索したでまたその高いさ橋の上にウィン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 って上げられたらもう怖いっすよめっちゃ確かに怖いな、ね、そう僕はねいつもそれを考えながら見てますあの人のバンジーをねテレビでやってそうどうやって最終的に回収するんだろうってことだけをあの結婚のプロポーズを主人にしてもらうときに、うんうん、バンジーか滝行かっていう委託だったんですよ怖ねかぐや姫ですかすごいかぐや姫じゃないですか無理なんだよ面白そうだなっていうので面白そうだなはいあの自分は嫌ですねやるんですやるんです自分じゃ嫌のはいえ、うん、だけどバンジーはこう声が取りづらいからあー風で、ね、はいでその落ちてる時に言うのかこう病院って戻ってくる時に結婚してくださいっていうのかまあでも普通は落ちる時で結婚してくださいですね。それいいですね。結婚してください。ダサすぎないですか。戻る時にこのねあのそうバヨーンの時は、ね、その想像カメラの想像が取れなくて、うんうん、できなくて、うん、じゃあ滝行かなっていうので滝行で滝行はい2月に2月打たれて2人ではい2人でうわ主人は結婚してくださいっていうのと、ね、私は お嫁にしてくださいって二人で滝行なんかいいのそうなんですいいなそれいいなはいはいでそれで、はい、どうでした寒かったでしょいや危ないですあれはだってザーッと頭のところも冷たい水がバーンかかるわけでしょなんか最初当たりは平気なんですけど、うんうん、かかとぐらいまでに滝の水が行った瞬間に一瞬意識が飛ぶ危ないし結婚もダメしあダメだちゃんとそっち行っちゃうじゃないちゃんとそっちの世界自分を保ってないと意識をきちっと持ってねそうなんですうーんと気合い入れなきゃなのであとは自分がどれだけ寒さに耐えられるのかっていうのもこう分かりましただから現場に行ってちょっと今日寒いけど大丈夫ですかって言っても全然大丈夫ですいやいやさすがですね人間的に強くなってんだそれね、うん、修行だなと思いましたすごいですね、うん、ただまあ今の暖かい時期そうですね寒い時期に行かないと意味なさそうですだからバンジーするバンジーするでもね今ね、はいはい、読売ランドでは、はい下ろしてくれたそうですよ読売ランドはねそう、でもあれですよ多分なんか滝とかでほら橋からさ飛べる、うん、川につけられちゃったら困っちゃうよこっちだって泳げないんだからでも下ろしてくそうあそう私泳げないんだからもうそれとも崖の下からウィー何出てきた今何が出てくるの崖の下からそれこうビューンってなってウィーン出てきてそれに回収されて通路がそこ歩いて戻るみたいな本当そんな装置見たことないのよねなんか、うん、ないのよ確かにどうなってるんですかねあれねそう怖いでしょそうかでも下ろされるんじゃないですか上げられることは多分ないと思う上がってくる上がってくんのあほらウィンチで上がってくるそれ怖くないんだ一応最後クレーンみたいな感じこのボヨヨンがなくなるんじゃないボヨヨンなくなっても川がギリギリ川が下流れてねあここでも怖いじゃない、うん、そこからウィン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 って
めっちゃ怖くないですか？ちょっと待ってみたいな。って最終的にこの上の端のギリここまで来て、ひえーみたいなの。で、今外しますけど動かないでください。そんなの超やだ。飛び降りるのも怖いけど上げられるのもめっちゃ怖いですよ。そんなの絶対嫌です。だったらね、さっき言ってたそのスカイダイビング、スカイダイビングの方が着地するだけなんでね。あれ怖いのはだんだん地面が近づいてきた時にパラシュートが開けばいいだけの話でしょ。うん、ちゃんとね、そう、バンジーは近いのよ。あの見た目のその距離感的に、それでもういい、うわ、ん、ーみたいなことでしょ。あのスカイダイビングがなんかうおー景色楽しめる時間っていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、そっかそっか、そう長い、ね、だんだん陸に近づいてくると恐怖になってきますけど。じゃあどこをスカイダイビングしたいですか？あーすごい、おー、そんなの選べるんですか？なんか結構こう海外でやってる方とかも多いと思うんですけど、その知らない土地を眺めてもまあ綺麗だと思うんですけど、なんかこう湧かないというか。ああ、でも例えばそのあここの場所知ってるとかだと、うん、例えば箱根だと第三東京市だわーみたいな。第三東京市だわーにはなりませんけど、あのちょっとこうエヴァの気持ち。エヴァの気持ちね。ああなるほどね。そういうのあると思うんですけど。なるほど。なんかこう飛んでみたい場所みたいな。ねえです。まあ、あの飛ぶのが精一杯です。あのだからあのもう景色楽しむっていうかね。そうかそんななんか第三東京市だとか思わないです。そうか。箱根か。帰りに温泉使って帰ろうかなじゃないんですよ。そうは思えない感じですね。思わないか。思わないですね。いや思える、もしなっちゃん飛んだら。なんかこうそういうゆかりが。うん。ある場所の方がいいかなって思うんですよね。秋田とか、例えば、うん、秋田とか、はい、そういう自分にゆかりのある場所で飛んでみたい、はい、由利本荘市をこう一望しながら降りていくみたいな。一望しながらね、はい、いやなるほどね。それはめっちゃわかります。なんか地元ですみたいな。神戸とかあっちの方ですか？いやなんかそれ飛んで、うん、あそこうちの家とか言って、うん、絶対家じゃないですか。そんな家見えんの？家見えんの？あそこあそことか言って、うんうん、やりたいですよね。やりたいですよね。そう、うんね、後ろについてくれてるんだったら、ね、うわーとか言ってやりたいです、やりたいですよね。パラシュート開かないですよ、それは。ね、なんで開いて、うん、衝撃すごいんですかね、パラシュートですか？パラシュート開いた時のよく見るとギュインってなりますよね、なりますよね、うん、あの一瞬すっごい力みそう、ね、あそうですね、なんか力むかもしれないですね、うん、でもバンジーのよりはいいような気がします。確かに、バンジー短いしね、自殺気分を味わいますけどね。え、まあ、なんかその崖から海に飛び込んだとかことしたことないですか？崖から海に飛び込んだ、私泳げないんですよ。なんで自殺でそんなのね、ね、やったことないですよ。え、あります ないですか。なんか撮影でバイクで二人乗りで逃走中にこう、まあ、東京湾かな、あれ 海にバンって入る。え、バイクごと？バイクごと死んじゃうじゃない、大丈夫っていうシーンを撮りました。あ、やってないのね。あ、で入りました。え、やったんですか？バーンは吹き替えです、うん、バーンの瞬間は吹き替えです。吹き替えで、その水に飛び降りるみたいのは本人でやった、はい、おお。みたいな。あ、全然大丈夫なんだっけ？水は怖くないんだっけ？水の方は大丈夫なんだっけ？泳げないです。でも平泳ぎはできます。それは泳げるし、平泳ぎできたら大丈夫です。僕は本当に泳げないんですよ。大丈夫です。何にも泳げないです。沈むのみです。今年の目標でいいじゃないですか、水泳。何を言ってんの下半期何、今から僕泳ぎよ。グラサンナイトで企画します。ゴーグルナイトゴーグルナイトって変わっちゃってね。ゴーグルナイトグラサンじゃないじゃない。いやめっちゃいいじゃないですか。何を言ってんですか。水泳教室行ってただでさえこいつも頭おかしいの、一緒に頭おかしくなってる。あの頭おかしい人に挟まれてるみたいになっちゃうんですから、ね、何がゴーグルナイト、番組名変えないと。それも夜の海怖えよ、もうそんな夜の海なんてもうナイトって。そうですね、大変なことになってきますね。いいじゃないですか。うん、なるほどね。はい、すごい脱線しましたね。なんか何の話を最初してたのか分からなくなっちゃった。だから違う、なっちゃんの結婚のあれ。あ、そうですね、結婚の。そうあと、どう結婚式は何かされましたか？僕ですか？はい、一応あの変身しました、ライダーに。うわ一応ね、すごい。いやいや、あの嫁が怪人にさらわれたんで。おーすごい。かっこいい。いやいや、さらわれたんでって。別に映像ないんですか？見たいです。映像ありますよ。あー、ちょっと見せてください。あの、いや、嫌です。私じゃあ滝行のドラクエ風の映像あるんですね。それを出
それを見せてくれるんならしょうがないかな。もうね、ブツブツ効果みたいな。ね、なんか。すごい。いやいや、そうです。嫁がナイトが好きだったんで、ナイトに変身しました。はい、うんうん、あ。まあ、ナイト入ったとは別に僕じゃなくて伊藤ですよ。伊藤がやりましたけど、はいはいはい、僕じゃないんですけど、まあ、その間にご本人が、そうですね、伊藤誠が入りました、うんうんうん、豪華、うわすごいですね。いや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 、もう恥ずかしいです。練習したんですかそれ。やりました。そうですね、投影させると打ち合わせして最後炭酸がバーンとなって、うんうんうん、吐けたら僕が嫁をお姫様ごっこしてるんですけど、うん、上がらないお姫様だからねもうそしたらもうジャックの今井さんとかがね、はい、本当に数秒でいいんで我慢してやってくださいみたいな怖いからやります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 みたいなね、数秒でいいんでみたいな、わかりましたわかりましたみたいな。すごい、はい、素敵な演出、はい、いえ地獄の、いや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 、その間にお色直しなんですけどね、結局、うん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 、あのさらわれてる間に嫁で私もですけど、うん、変身した後ですね。変身した後ってなんだよって話ですけどね。ライダーになったんですね。ライダー、いや結婚式だけですよ、ライダーの。いや、かっこいいじゃないですか。でもそのね、お色直しめっちゃいいですよ ね。来てる人たちも、うん、多分めっちゃ楽しいですもんね。そうそう、でそのショーやってんのに嫁の方のお色直しが全然終わんなくて最後、え、もうショー終わりますけどみたいなのでしょうがないから撮影会とかになってた、キャラクターとかライダーとか、でもいいじゃないですか、戦隊とかとみんな写真撮りたいとどうぞみたいなね。なんだよこれ、結婚式なのかこれはみたいな。そう、だって絶対なんか、ね、子供はいるわけ、子供いましたね、結構いましたね、絶対喜ばれますもんね、うん、子供は多分ショー見に来たと思ってますね、私の結婚式じゃない、ね、いいじゃないですか、恐らくね、そうですね、うん、そんなことありましたね。ウェディングライダー、楽しい、ウェディングライダー、そんな、いい、そんな素敵な単語つかなくていいんですよ、本当にね、もう本当にグラサンライダー、いや、やらないですよ、変身カシャンじゃないんですよ。いやいや、おかしいでしょ、変身カシャンね。違いました、違いましたね。ライターベルトなんですよね。あのこう、サングラスね、メガネにカチャってつけるサングラスあるじゃん。ありますね、あれいいじゃん。だからベルトなのよ、ライダーはね。ライダー、ベルトなの、もうベルト関係ないね、そしたらね、もう関係なくなっちゃうね、それね。ね、そうですね。はい、いや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 。いや、なっちゃん、そんなこと言っててもね、かれこれもうあと、もう終わりの時間が近づいてるんですよ。5分ぐらいなんですよ。そうなんですよ、5分ぐらいなんですよ、あとね。あっという間でしたね。はい、ありがとうございました。いや、またそんなすぐ終わらないから、ね、まだ5分ありますからね。本当にありがとうございました。いやいやいや、でも本当懐かしいね、あの雑誌とか資料をね、うん、あ、いや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 、ご用意していただいて。ねえ、でもこうやって話しても20年のブランクがあると思えぬ、うん、感じがしましたね。いや、そう言ってもらえると嬉しいです、ね、いやいや本当に本当に。でもなんかこう当時こうどういう思いでこう、うん、仕事をしてたかっていうのが、うん、なんかまあ子供ができるとまた見え方が変わってくるっていうのはすごい最近実感しますね。そうですね、なんかだからなんかね、こうやってお呼びしてね、はい、いろんな昔話をできるっていうのはなんか感慨深いというか、やっぱ中学生から知ってるから、僕、そうですね、やっぱ結婚して子供が3人いらっしゃるっていうのも、うん、まあ、なんとなくこう娘じゃないけど、うんうんうん、なんとなくその中学から知ってるから、うんうんうん、そういう、ああ大人なんて、でも話すと全然変わってねえし、本当にお母さんなのかって嘘ついてんじゃなかろうかと思うようなところもあるというかね。子役かもしれない、子役、あ、子役ね、え、子役、あ、子供が、違う、子供、ああ、そういう企画はあるんです。企画っていうか、あの、もう企画って言わないで。違う違う、なっちゃんがなんか、なんかちょっと子供、ちょっと子役にしてみようかな、みたいな、思惑はあるんですか？あ、でも、あの、生まれた時から、それはすごいよぎってました。うん、あ、きっと親フィルターがかかってるから、今のところはない感じですか。もう本人の意思次第かなっていうのと、でも本人の意思に問わず結構子役のお母さんって勝手に事務所に入れたりする人いるじゃないですか。そうですよね、そう。それは、そういう発想はない。うちの長女が、まあ、それこそディズニーランドの、うん、あのショー、キャラクターに会えるご飯屋さんに行った時に、うんうんうん、娘をステージに上げたんですよ、うん、だけど固まっちゃって、うん、彼女は向いてないかもしれないっていう、私の中ではちょっと思った、うん、でも人とも喋れない人ができてるんですからね。私がね、私がね、セリフがあれば、セリフがあればね、操り人形じゃないんです、セリフがあれば、ね、そうですね、なんかね、いやだ、なんですか、なんですか、絹咲さんからいただきました、やっほー、
そこだけ嫌がるんじゃないよね。なんでそこだけ嫌がってんのよ。ヤッホー来ちゃったのかよじゃないんですよ。このまま終わろうとしたらヤッホー来んのかいじゃないのよ。めっちゃありがとうみたいなやつ来てます、ね、ほらなっちゃんのためにですよ。ありがとうございます、ね、本当にそうコメントもめっちゃしてくださって、顔がもう出ちゃった顔にヤッホーかよじゃないんですよ。ここは山じゃねえじゃないんですよ ね、 あのね、そうじゃないんですよ。ヤッホーかよますってか、ええヤッホーね意外と好評でしたんで、そうですね、なるほど、ヤッホー好評ですよ。じゃあ次からのあれですね、あのオンエアを見ながら練習しておきます。そうですね、ヤッホーをね練習しておいてください。また呼びますからね。そうね。じゃあ息子さんと一緒に。息子さんと一緒に。ヤッホーって。見ながら、ね。息子がヤッホー言うからね。そうそう見ながらね。そうそうそう。やっていただいて。そうですね。なっちゃんなんかあれですか、宣伝とかあるんですか。あ、そうですね。はい、あのまあまだちょっと収録はこれからなんですけど、はい、またちょっとちょこちょこと、うん、テレビの放送があるので。あ、それはそれは。じゃあ、はい、これはあれですかね、加藤夏樹のツイッターとか見れば、公式ツイッター見ればなんかいろいろ情報が更新されていく感じですかね。はい、そうですね。じゃあぜひね、なっちゃんファンの皆さんはぜひ、ね、なっちゃんの公式ツイッターを見ていただけると、はい、そういう情報が随時、ね、はい、乗ってくるということで。あと今お洋服を作っていまして。あ、マジで、これもそうなんですけど。え、これなっちゃんのブランドなの。はい、そうです。東北のイオン、東北なんですけど、うん、あの、うんうん、オンラインでも買えるので。あ、東京でもその東北イオンのあれでオンラインで買えるってことなんですね。はい、そうなんです。お洋服を今なんて検索したら、フルーリートロワっていうブランドなんですけど。むず。そうなんです、ね、全然なっちゃんの名前関係ねえ。フルーリートロワ、はい、むずいのよ。加藤夏樹でググったら出てこない。イオン、加藤夏樹イオンで出てくる、はい、あ、出てくるね。あ、トゥルーリートロワです、皆さん。でもね、あの、でもね、そうですね。実は、あの、この今着てる服って、はい、前のゲストで出てもらった、あの、小松彩香ちゃんっていう子がいて、その子のブランドなんですね。あ、そうなんですね。小松で502なんですけども、そういうのないのかな、トゥルーリートロワみたいなね。2つブランドやってて。あ、2つやっとんのかいね。ね、うん、なので、あの、ちょっと私の名前を入れると、こう。あ、なるほど、なるほど。あ、はい、厄介な感じになるんで、ね。なので、そうなんです。ちょっと。いや、ねぶたとか入れればいいですか。ねぶたは、はい、そうで、青森ですか。あ、間違えた、ね、違いますね、ちょっとね。やっちまった。じゃあ、生ハゲとか。生ハゲとか。生ハゲとか。多分、なんか使えなさそうですよね。キリタンポーとかね。ハチ公とかね。ハチ公とかね。うん、はい。そうですね。あ、じゃあ、ぜひね、それはね。そうですね。ね、チェックしちゃって。フルーリートロワです。え、はい、フルーリートロワ。フルーリートロワね、はい、ですね。すね、ぜひぜひ見ていただいてということですね。うん、はい。そんな感じです。そんな感じですね。ありがとうございます。はい、ます、え、すずまさんはなんかないですか。私はですね、うん、まだちょっと言えないのばっかりなんであれなんですけども、うんうん、グラサンナイトには珍しくですね、次の回が決まっております。大体決まっておりますの で、 ね、でね、あれですけど、次回8月2日、結構近いんですけどね、8月2日に、同じく20時から、グラサンナイトゲストはですね、ゴーゴー戦隊冒険ジャーの、冒険レッドをやってます、高橋光臣くんがゲストできますので、うん、ぜひぜひ見ていただければと。実はちょっと光臣と、仕事を一緒にすることになりまして、それをそんな話もできたらいいかなと思っておりますので、ぜひ、ご覧になっていただけ、もう高橋光臣ほぼ最近はいろいろ CM も出てますけども、なんか日曜劇場のもう常連になっておりますけどもね、ぜひぜひ見ていただければと思っております。はい、はい、みーちゃんなんかないんですか。私はまだ言えないんですか。言えないことが多くて。そうですね。あ、じゃあそうですね。じゃあこの皆さんね、先ほど見ました君と花人という、はい、一番最初に説明させて、ね、さっき言ったあれなんですけども、これこのブロマイドというかですね、すごい素敵な写真、ちゃんとしたね、カメラマンに撮っていただいた素敵な写真が、構図がサインを、まあ、やった、あ、あ、サイン入れますか。ぜひぜひ入れます。入れるとのことですので入れて、あの、ご応募いただければ4名様に、はい、プレゼントいたしますので、グラサンナイト公式ツイッターの方の DM に、住所とお名前入れていただいて、ぜひぜひ応募していただければと思います。はい、はい、お願いします。はい、そうですね、大丈夫ですか。はい、はい、そんな感じですね。では本日のゲストは加藤夏樹ちゃんでございました。ありがとうございました。本当にね、またまたまた遊びに来てください。ぜひぜひ。この言葉食べに行きましょう、ね。行きましょう。やって決めて。アジフライ、アジフライ、ね。そうですね。アジフライ。あ、行きましょう。またね。なのでぜひね。対決しましょう。わんこそば対決しましょう。ね、はい。そうですね。ぜひぜひ。私はあの普通に3杯ぐらい食べて。ねえ。少ない。それは少ないですか。そうです。なのでということですけども。はい、本当また
遊び来てください、ね、ぜひ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 ね、よろしくお願いします。今度はいろいろまた考えておきますね、ネタをね、いろいろとね考えておきます、ぜひ遊びに来ていただければと思います。では、本日のグラサンナイト以上になります。ありがとうございました、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ではなー。